まあ、見えてますでしょうか。はい、見えてます。はい。では、ちょっとゆるゆると、8時になりましたので始めようと思います。はい。今日の、WP ズームアップは、いつもだいたい9時から21時から始めてるんですが、今日は、3時間のスペシャルということで、この時間から、始めます。続、もしあなたがアクセシビリティ試験をやることになったらということで、今日の、セッション会始めたいと思います。はい。まず最初に WP ズームアップについてちょっとだけご紹介いたします。WP ズームアップはということで、はい。主にワードプレスについてのオンラインの勉強会。まあ、ワードプレスに限った話ではなくて、まあ、今日みたいに、アクセシビリティのお話だったりとか、まあ、それ以外のデザイン的なお話だったりとかも、やっております。毎月、セッション会、座談会、黙々会、ワークショップなど、月にほぼ2回開催をしてまして、今回はセッション会ということで、ご参加いただける方、興味がある方は、経験、知識、技術レベルに関係なく、皆さん大歓迎です。で、コンテンツ、今日、ご覧いただいているものもそうなんですけれども、これ以外のものも含めて、全部、動画は YouTube で、公開されますし、実際開催が終わった後、開催の報告レポートということで、改めて情報も共有されますので、こちらもぜひご覧いただければと思います。で、ご参加いただくにあたって、お願いと歓迎されることございます。まず、初めての参加者を歓迎してください。特に、普段ワードプレスの勉強会が、まあ、メインになってますので、今日みたいに、アクセシビリティ、ちょっとテーマ違った場合ですと、初めてご参加いただいている方も多くいらっしゃると思いますので、ぜひそういった方を、歓迎していただければと思います。それから、チャットなどでの発言とか、随時のツッコミで、ぜひ場を盛り上げてください。あと、優しいチャットをぜひ心がけていただけるようにお願いいたします。テキストベースになりますので、どうしても普通に書いてるつもりでも、ちょっとこう書き方が、受け取る側からするときつい感じになってしまうことも起こり得ますので、ぜひとも優しいチャットを心がけていただけますようにお願いいたします。それからツイート、ブログなどで感想を書く。これは WP ズームアップというハッシュタグをつけて、ぜひツイートしていただけると嬉しいです。それから提案フィードバックをして WP ズームアップを改善する。こちらはフォームがございます。それと参加すると良さそうと思う人がいたら、ぜひお声をかけてください。これからでも、まだまだ間に合います。それと歓迎されないことというのもあります。他の人の品位を傷つけたり、差別したり、嫌がらせとなる言動でしたりとか、ここで出会った人へのハラスメント、スパム行為、こういったことは、ぜひ慎んでいただけるようにお願いいたします。で、もしこういったことを経験とか目撃した方がいらっしゃいましたら、スタッフがものすごくきちんと対応いたしますので、ご連絡をいただければと思います。で、本日のお目付け役という人がおります。まず本田さん、いらっしゃいますでしょうか。まだ来ていない。まだ来ていない。今いらっしゃいこましのた。後、今顔は見えた。はい。ありがとうございます。本田さんいらっしゃいます。あと、ぬかがさんはもしかしてちょっと遅れている？います。はい。この2人が、今日のお目付け役、管理者になっております。お名前に星マークをつけていただきますので、そちらのスタッフにもし何か、気になることとかございましたら、プライベートチャットいただくか、あるいは、WP ズームアップの、スラック、あ、ごめんなさい、ツイッターですね。に、ダイレクトメッセージをいただければと思います。緊急の対応がもし必要になった場合は、こちらのスタッフの指示に従ってください。スムーズな運営にご協力をどうぞよろしくお願いいたします。本日のお品書きというものがございます。こちらに、今日の進行ですとか、そういったものを一通り書いてございますので、続いてこちらを、ご案内していきます。で、画面を切り替えます。はい。これで、お品書きのページになります。WP ズームアップのウェブサイト行っていただいて、ここのメニューの最新のイベントお品書きと書いてあるところをクリックしていただくと、こちらのページにジャンプができます。で、今ご案内したのがこちらになります。で、タイムテーブルですが、今8時から始まってまして、導入が最初、15分ぐらいちょっとお時間をいただきます。その後、前半のセッションが、まあ、1時間ぐらい。その後 CM タイム、あと運営の CM 休憩時間ちょっと取らせていただいて、その後セッション本編の後半と最後に質疑応答の時間も取らせていただきます。で、一応11時まで、
を想定しておりまして、5分休憩の後11時5分から懇親会もございますので、ご都合つく方はぜひこちらもご参加をください。本日専用のリンクなんですけれども、まず一つ、井原さんから登壇資料ということで、こちらの、Google のドキュメントをいただいておりますので、こちらもぜひご覧になりながらご参加いただけるといいと思います。今回こちらのドキュメントにコメントが可能になっております。セッションの解説の途中でもしよくわからないとか、もうちょっとそこを詳しく聞きたいとかございましたら、ドキュメントに直接コメントいただけると、その場で井原さんが確認をして、お答えいただけるというふうに、していただいております。そして、スライドも、使います。こちらはリアルタイムでアンケート、質問投稿を行えるサービスになります。今回専用のスライドがございますので、こちらへ、直接アクセスをいただくか、こちらの QR コードを読んでいただいても結構ですし、スライドのウェブサイトにアクセスして 71WP ズームアップと入力していただくと、こちらの、サービスがご利用いただけます。それと、UD トークを使わせていただいています。セッションをリアルタイムで文字起こしして文字データとしてご覧いただくことができます。まず Zoom でご利用いただく場合は、画面の下のところをですね、ここの字幕と出ているところに、この右のところに上向きの矢印みたいなマークがございますので、こちらでサブタイトルを表示というふうにしていただくと、画面の下のところに今喋っている文字が文字起こしされたものがご覧いただきます。また、ブラウザの別画面でもご覧いただくことが できます。こちらの URL に直接アクセスしていただくと、そちらでご覧がいただきます。あとスマホの場合はこちらの QR コードを読み込んでいただくと、スマホで文字起こししたテキストをご覧いただくことも可能です。あと UD トーク、編集も可能です。こちら、編集方法は、こちらのリンクからご覧いただけますの で、編集のためのリンクもまた別にご用意してありますので、こちらからスマートフォンの場合はこちらの URL で直接アクセス、 PC のアプリケーションの場合、 UD トークのアプリケーションをご利用いただく場合は、こちらの URL を、右クリックでコピーしていただいて、編集用 URL のところにペーストしていただくと編集が可能です。今日の質問方法についてなんですけれども、今ちょっとご案内させてあげましたように、セッションの解説中にそこの部分ちょっと聞きたいっていうことがもしありましたら、こちらの場合は Google ドキュメントに直接コメントをいただけると、その場で、ご回答いただけます。またセッションとは直接関連しないんだけれども、アクセシビリティ全般について、質問したいといった場合には、スライドの、クエスチョンズという質問どんどん書き込めるところがありますので、そちらへアクセシビリティ全般についてのことについては、質問をどんどん書いていただければと思います。それと、Zoom にはリアクション反応というのがあります。喋っているとですね、オンラインですのでどうしても、参加している方の反応が分かりづらいところがありますので、ぜひともこの Zoom の反応、リアクションをですね、していただけると、あ、なるほど伝わってるんだな、盛り上がってるんだなっていうのが、話していただいている方にも伝わりますので、ぜひともこちらもご協力をお願いいたします。で、まず一番最初にですね、ご参加の皆様へアンケートを取らせていただこうと思います。先ほどご案内したスライドを利用してご参加の皆様へアンケートございますので、先ほどご案内したような、内容でスライドを、開いていただければと思います。よっ、こちら今、クエスチョンの方になってますけど、こちらをですね、ぜひご覧いただいて、コメントどんどん書いていただくと、こちらへ質問事項がどんどん出ていきますので、それを、最後の質疑応答のタイムで、まとめてご回答いただこうというふうに思っております。ではまず、最初にアンケートですね、取らせていただこうと思います。アンケート一つだけになります。画面の中でですね、ポールというタブを開いていただくと、前回4月14日の68回ですね、参加されましたかという質問が出てるかと思いますので、ぜひともそちら、はいかいいえかでお答えください。すごいですね、8割の方が前回参加されているということです。ありがたいですね。いいえの方も2割ぐらいいらっしゃいます ね。 ですね、嬉しいですね。ちょっといいえの方が増えました。はい、アーカイブもあるので、ぜひ前回のももしよかったら見てみてください。3割ぐらいの方が、
前回は参加されてない7割ぐらいの方が参加されたという感じでしょうか。ですね。ありがとうございます。もうちょい待ちましょうか。今41人の方に投票いただいております。はい、はい、ありがとうございます。で、この後は、もう一つのクエスチョンというタブがございますので、そちらからぜひ、質問ありましたら入力いただければと思います。はい、ご協力ありがとうございました。ということで、では、本編に進んでいこうと思います。7月14日に行われました、もしあなたがアクセシビリティ試験をやることになったら、で、アクセシビリティ試験に関する基礎知識から実際のデモまで段階を追ってしっかりと取り組んでいただきました。開催中に質問も数多くお寄せいただいて、ご参加いただいた皆様本当にありがとうございました。で、今回はですね、前回できなかったアクセシビリティ試験そのものですね、これを前回からの続編として開催させていただきます。で、前回の開催内容のアーカイブ動画、 YouTube の動画とですね、あとツゲッターのまとめがありますので、こちらはここのリンクからもご覧いただけますので、今日のイベント終わった後でもぜひまたご確認をいただければと思います。はい、で、今日の、登壇者のご紹介です。井原力也さん、フリー株式会社プロダクト戦略本部 UX 部デザイン基盤チームマネージャーということで、アクセシブルなインタラクションデザインの実践を標榜し、ウェブサービスやスマートフォンアプリの設計業務に従事、ウェブアクセシビリティ基盤委員会 WAIC理解と普及作業部会委員、ごめんなさい、ちょっと引っかかりますね。HCD ネット認定、人間中心設計専門家及び評議員としても活動。共著書にデザイニングウェブアクセシビリティ、簡約書にインクルーシブ HTML プラス CSS& JavaScript、コーディングウェブアクセシビリティがあります。クリエイティブユニット、木馬所属。ということで、Twitter と Facebook のリンクございますので、ツイッターされている方はぜひフォローをお願いいたします。で、先ほどもご案内しましたが、登壇資料、今日の資料ですね、こちらにリンク貼ってございますので、ぜひこちらを開きながらご覧いただければというふうに思います。はい、ということで、ちょっとお時間長くいただきましたけれども、ここまでが前段ということで、この後はいよいよ、にお願いしようと思います。はい、では、井原さんお願いいたします。ご用意はいかがでしょうか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。と資料を移しますね。はい。はい。で、しばらくはこのドキュメントちょっと追いながらお話したいと思います。で、まず前回ご参加いただいた方、皆様ありがとうございます。で、アンケートいっぱいいただいてですね、内容は良かったんだけど、時間を守りましょうということで、本当すいませんということをまず申し上げたいなと思っていますと。で、しかもアクセシビリティ試験をやることになったらっていうタイトルなのに、その試験をやる前に時間切れになるっていう感じでですね、今回参加いただいた心の広い皆様にまず感謝を申し上げますと。で、あとそうですね、今回初めてご参加いただいた方も、ありがとうございます。前回はですね、なんていうんでしょうね、試験をやる前にそもそもチェックってどうやるのみたいな話をさせていただいたってところがあるんで、そこをちょっと、5分10分簡単に振り返った後に今回の話に行きたいなと思いますということで、このドキュメントのこの先頭のところからちょっと見ていこうと思うんですけど、自己紹介は今紹介していただいたのでいいかなということで、アクセシビリティの本を出したり、会社でアクセシビリティの、推進なんかをしている、ような人ですというところです。で、前回はですね、そうですね、まずチェックツールの使い方みたいなところをお話しましたと、いうことで、この制作時のざっくりチェックということで、今日お話しする試験っていうのは、このアクセシビリティをチェックするっていうものにおいては、最終段階のお話ですというところで、結構そのお作法とかいろいろあるので、ややこしいんですね。なんで、その前にそもそも手元でまずちょっと作ってるものが大丈夫かどうか、チェックしていくやり方っていうのをまず知りましょうっていうようなところで、いくつかのツールをご紹介した上で、デモをさせてもらいましたと。で、それは、いくつかっていうのは、ブラウザの開発者ツール
まあ、よく仕事で使ってるやつですね。で、これとか、まあ、HTML チェッカーとか、あとアクセシビリティチェックをするためのまあ、自動チェックですね。まあ、それをこうパッとかけると、この辺がまずいんじゃないかってこう言ってくれるっていうツールをご紹介しましたと。ただ、まあ、その機械チェックで見つけられるのっていうのは、まあ、2、3割であると。いうことで、まあ、機械的にこれはまずいって判定できるのもあれば、例えばその画像の代替テキストがついてないってことは分かるんだけども、その代替テキストがちゃんと画像の代わりになるようなテキストになってるかとか、これは人間じゃないと分かんないとかですね。あとはその、まあ、ちょっとその込み入った UI で、まあ、押すとメニューが出るみたいなやつが、まあ、ちゃんとそのなんて言うんでしょうね、今、開いているとか閉じているとか、そういう状況をちゃんと言えてるかとかって、まあ、これはやっぱりこう人間が触ってチェックするしか合ってるっていうふうに、まあ、判定できないので、まあ、そういうことを除いていくと、まあ、大体 2,3 割なんですけど、ただまあチェックツールで逆に、まあ、チェックツールは一気にチェックかけられるので、まあ、そういったところでまずまあ、チェック機械でチェックできるところはまず直しましょうみたいなところがありますと。あとコントラストチェッカーですね、まあ、色のコントラストがはっきりしてないと、まあ、弱視であったり見えにくい人にとってはこう物が見つからないとか、そういった読みにくくて読めないとかそういうことになるんですけども、まあ、CSS でバックグラウンドカラーと、カラーですよね、テキストの色を比較できるときは、まあ、機械チェッカーが教えてくれるんですけど、まあ、そうじゃないような、まあ、例えば文字画像になっている文字とかですね、下がその背景画像が敷いてあって上に文字があるとか、まあ、こういうのは機械だと判定できないので、アクセシビリティチェック、コントラストチェックを使って、まあ、スポイトで文字のところと背景のところを拾うことで、まあ、これが大丈夫ですかということをチェックできると、まあ、いうような形ですと、はい。まあ、あとはマウスや、スマホのタッチパネルとかで、まあ、マウスだけで使えるようになっているものとか、スマホのタッチパネルだけで使えるようになっているものがないか探すとか、あとは画面をこう大きく拡大して使ってみてちゃんと使えるかとかですね、色反転してもちゃんと見えるかとか、まあ、そういうのをやったり、キーボードですね、まあ、これはタブキーでこうフォーカスを切り替えていってエンターみたいな感じでキーボードだけでちゃんと、まあ、ボタンとかリンクとかが押せるかどうかっていうのを確認するとか、あとはスクリーンリーダーですね、まあ視覚障害当事者の方が、まあ、よくその画面を見ないで、PC とかスマホを使うために使う読み上げのツールなんですけど、まあ、それを使ってちゃんと操作ができるかとか、内容が読み上げられるかっていうチェックをしたりすると、いうようなことをちょっとお話しして、チェックの実演をまずしましたと。で、その次が、チェックリストに基づくチェックということで、まあ、ああいうチェックツールを使っていろいろチェックしていくのもいい。でも、まあ、まずは最初はいいと思うんですけど、観点がちゃんと抜け漏れがないかっていうのを見るためには、このチェックリストを見て、そのチェックリストをまあ上から潰していくっていうやり方で、まあ、ちゃんとアクセスできる、まあ、いろんな方向からチェックしてもちゃんとアクセスできるねっていうことを確認しましょうっていうことで、僕が勤めているフリー社ではですね、このアクセシビリティガイドラインっていうのとともにチェックリストを作って出しているので、それを使ってみましょうというのを次やったと。で、まあ、なんでそのチェックリストを作るのかっていうと、使ってるのかっていうと、まあ、そのガイドライン、まあ、この WCAG とかですね、JIS が、まあ、ちょっと分かりにくいということがあって、まあ、それを読んでチェックするの結構大変だよねということで、まあ、もう少しこう読んでも分かるような形に、しましたと。まあ、実務上使えるような形にしたっていうチェックリストを、ご紹介して、これの使い方をご紹介して、で、実際にそれをチェックしてみましたと。いうようなところをやりつつ、質疑応答していたら時間オーバーかつ、時間切れになりましたということで、ここから続編ですという形になっております。なのでちょっと今日の前提としてはですね、それアクセシビリティチェックツールの使い方とか、そのチェック、読みやすいチェックリストはこういうものがあってこういうふうに使うんですっていう部分は、まあ、前回の話しているので、そこがある前提でちょっとお話をさせていただきますと、いうところをご了承ください。かつですね、まあ今日の前半はちょっとまだ8時なんですけど眠くなるかもしれないっていう覚悟を
持ってですね、ちょっとなんか各位眠くならないような何かをしつつ聞いていただければと思いますと、なんでかというとですね、この試験っていうのが、まあ、やっぱり試験ってなんか大変ですよね。なんていうか、どんな試験でもそうなんですけど、こう形やこう客観的にこうちゃんとその状況が大丈夫ですよっていうことを確認するために試験っていう体裁を取ってるわけなんで、まあいろいろとルールがありますということなんで、そのルールの説明をこう最初にしないといけないというところで、ちょっと、まあ固い説明が続くと思うんですが、お許しくださいというところです。はい。で、ここからなんですけど、試験にあたり理解する必要があることっていうところで、まあ、まず試験とは何かっていうところと、まあ方針を公開して、かつ試験結果っていうのをこう載せるっていうのがあるんですけど、まあ、それぞれ書き方が決まってますということで、決まってるっていうかですね、まあ、こういう書き方するといいよっていう、なんて言うんでしょうね、おすすめがあって、まあ、事実上それで書くことになるので、まあ、そういう書き方の話ということと、このアクセシビリティサポーテッドっていうですね、まあ、カタカナだけだとちょっと何を言ってるかよく分かんない、聞こえると思うんですけど、まあ、この辺の話と、あとはですね、その実際の試験のやり方っていうところをちょっとお話していきたいと思います。はい。で、分かんないところにはですね、このコメント、まあ、選択してですね、コメントってできるような格好にしているので、ぜひ、話聞きつつ、よう分からんっていうところがあればですね、コメントを入れていただければと思います。はい。で、まず試験とは何かなんですけど、この、まあ、一言で言うとですね、この Web アクセシビリティ基盤委員会ってところが出している、この JISX831 の3の利用プロセスってところに書いてあることをやろうっていう話なんですね。なので、じゃあこのページ開きますというところで、この JISX831 の3っていうのが、まあ、アクセシビリティの JIS なんですね。なんで、日本産業規格なんですけども、まあ、それをどう使うのかっていう話がここに書かれていますと。で、それは、まあ、ここに、方針政策試験っていう画像が出てるんですけれども、まずはその方針を策定して公開しますと。で、実際その方針にのっとるような形で、コンテンツを制作しますとか、まあ、ないし、今公開してるやつを直しますと。で、試験を実施して、その結果を公開しますと、いう形でやっていってくださいっていうのが、この JIS の利用プロセスっていうふうに書いてあるんですね。はい。で、まあ、詳しくは、このページをまた後ほど読んでくださいということなんですけれども、詳しくなく話すとですね、まあ、先ほど方針を立てようっていうのと、で、実際政策をしようと、で、試験結果を公開しようということで、まあ、この方針と試験結果をこう公開してくださいっていうことを言ってるんですね。で、まあ、これを、まあ、こういう方針でやりますよっていうのを、外に言うと。で、かつ、それで、やってみて、で、実際試験してこうでしたということを公開すると。これによって、アクセシブル、どの程度アクセシブルなのかっていうことを、こういう形で試験しましたよってことを公開する、まあ、外から見えるっていうようなことをして、客観性を担保してるってことなんですね。なんで、あ、こういうやり方でやったのねと。だからこういう結果になってるねっていうのが、外から見えるようにしてくださいということなんですね。なので、こういうのの試験で、こう、なんていうんでしょう。まあ、限られた人、その、試験をする資格を持った人だけが試験するっていうことではなくて、試験は誰でもやってよいということになっていて、まあ、お墨付きを得た人がやるものっていうことではなくて、まあ、試験をする技術を持ってたり、まあ、トライしてみようとする人は別に誰でもやっていいですと。で、その結果が公開されているので、まあ、そこおかしくないっていうことが、突っ込めるっていう状態なので、客観的ですよねっていうことなんですね。はい。なので、まあ、そもそもこのアクセシビリティ試験っていうのが、例えばですね、まあ、業務で案件で、まあ、アクセシブルにしてくださいと、かつ試験してしなきゃいけないですと、まあ、そういう要件が来たときに、ああ、自分には資格がないからっていうふうに思って、できないですっていうふうに別に思う必要はないと。まあ、なんでしょう、まあ、とりあえずやってみますっていう勢いでもいいかもしれないと、まあ、いうことで、もちろんその、まあ、今日のお話を聞いていただいた上で、こんなふうにやるんだなと思った上で、
まあ、仕事として受けられるとかですね、まあ、そういうふうになっていくといいなと思ってるんですけども、まあ、何しろその決まった人がやるものではないということはちょっと強調してお伝えしておきたいなということですと。で、特に自治体の案件だとですね、このみんなの公共サイト運用ガイドラインっていうのがありまして、まあ、これは、要はその公共サイトにおいてアクセシブルなサイトを作っていくためのガイドラインで、まあ、いろんなこと書いてあるんですけども、その中で、まあ、このアクセシビリティの実数に、準拠して、くださいと。で、いついつまでにこのぐらいのレベルになってくださいと。で、そうなってるかどうか毎年アンケート取りますと。いうようなこととか、実際にその機械チェッカーをかけて、どの程度までいってるかっていうのをトラッキングしますと、まあ、いうようなことを言っていたりするので、まあ、自治体案件だと原則アクセシビリティっていうのは、まあ、この実数に基づいてやっていくとか、試験するっていうようなことは、まあ、要件に入ってくる可能性が非常に高いということなんで、まあ、そのようにお考えいただくのが良いかなというところですと。はい。で、このウェブアクセシビリティ方針の策定と公開っていうところなんですけど、方針の書き方の、まあ、なんていうか、前提っていうのはですね、この JIS-X831-3-2016 っていう企画書に、の付属書 JA っていうところにですね、書いてあるんですね。書いてあるんですけど、JIS 自体をですね、まあ、ここで多分映すとなんかいろいろ面倒なことになるのでここにちょっと紹介できないんですけども、まあ、そこにはこういう形で方針書いてくださいっていうふうに言ってるんですね。で、それに対して、まあ、それをまあ具体的に読み替えるとこうっていうのが、この Web アクセシビリティ基盤委員会、WAKE っていうところが出している、この方針策定ガイドラインってやつなんですね。はい。なので、まあ、実質的にはこっちを読んで、いただければと思います。まあ、ここで思いっきり引用してるんで、これは写していいですよね、多分。はい。で、まあ、あんまりこう、なんか、長くは書いてないんですよ。まあ、方針を、策定すると。で、策定したウェブアクセシビリティ方針は、サイト上、ウェブアプリケーションマニュアルなどで公開すると良い。まあ、すると良いなんで、しろとは言ってないんですけども、まあ、すると良いと書かれていますと。で、この中には、まあ、対象を書いて、で、ウェブページ、一式を、まあ、どこをそのアクセシブルにするんですかっていうところの対象を定めてくださいと、いうことで、まあ、その中に、こう、中期が、こう、いくつか書いてあって、で、あとその対象に対して、こう、目標となる適合レベルっていう、まあ、これは、こう、アクセシビリティの、こう、達成基準、ごとに、こう、A と AA と AAA っていうですね。まあ、A はこう最低限やってほしいですってやつと、AA はその上。で、AAA は、まあ、できたらいいよね、みたいなやつなんですけど、まあ、大体 AA になることが多いと思うんですけど、まあ、その適合レベルっていうのを決めて、そこをどこまでにしますっていう話を、決めたっていう方針を立ててください、ということなんですね。はい。で、まあ、この、ちなみにこう対象の選び方っていうのがですね、まあ、結構その、なんていうか、一式って言われて、じゃあ1000ページあって、1000ページ全部試験するのかって言われたら、まあ、だいぶしんどいんですよね。みたいなところもあるし、なので、その実際の試験っていうのはですね、まあそういう、まあそのページの選び方っていうのがこういくつか決まっていて、決まってるというか、こういう選び方をしたらいいんじゃないですかっていうのが、この、なんでしょう、ドキュメントには書かれていますと。まあ、なんていうか、要はそのサイトを代表しているページが含まれていたりとか、あとはまあランダムサンプリングして、このページがいけてれば、他のページも多分いけてるでしょう、同じ作り方してるから、みたいなことが言えるようなページをこうチョイスしてくださいっていうようなことが、まあ書かれているんですね。なんで、まあ、まあ、とりあえずは、こう、試験の時にそのチョイスはするんですけど、まあ、方針を立てるときは、とりあえず一式っていう形にはすると。いうような感じではありますと。はい。で、まあ、そういう、こう、対象を決めますと。で、どのレベルまで行きますっていうのを、こう、決めて、そしたら、まあ、それに沿って、アクセシブルなウェブコンテンツの制作は、まあ、これは、まあ、要は頑張りましょうということになってきますと。で、試験の話で言うと、その制作したら、その、まあ、JIS、まあ、WCAG、これも、内容は一緒なんですけど、の達成基準を満たせてるかを、
チェックして、でその結果を、まあ一定の手続きに沿ってまとめて公開しましょうということになるんですよね。で、ここがちょっとその前回紹介した例えばフリー社の、アクセシビリティチェックリストとか、まあ、他にも例えば、サイバーエージェントさんがアメーバアクセシビリティガイドラインとかですね、まあ、要はその実製作者にとって分かりやすく言い換えてくれているガイドラインっていうのがあるわけなんですけども、まあ、それだとちょっと試験には適用できないんですね。あくまでその JIS とか WCAG の達成基準が達成できているかっていうことを、書く必要があるということで、まあ、内容的にはほとんど一緒なんですけれども、まあ、あとでこう試験のシートをお見せしますが、やっぱりその達成基準1の1の1みたいな、そういう、こう、ガイドライン上の、言い方とか、ガイドライン上の分け方の、その達成基準を満たしていますっていうふうに、チェックする必要が出てくるということで、なんですけど、まあ、前回に、それが結構読んだり理解するのが大変なので、自社製のガイドラインとかチェックリストを作ってますっていう程度には理解が難しいので、まあ、以前のですね、このジャパンアクセシビリティカンファレンスっていうイベントでですね、このアクセシビリティガイドラインの歩き方っていうセッションが実施されたりするぐらいの、まあ、読んでほしいんだけどなかなか分かりにくいねっていうやつなので、まあ、このそうですね、セッションのスライドを見ていただくと、ちょっとこう、まあ、どういうふうな順番でこれを見ていけばいいのかみたいなことが分かるかなと思いますので、まあ、それを今回聞いて、まあ、ちょっと気合い入れて見てみようかなみたいに思った人は、まずこのスライドを見てから見に行くことを強くお勧めします。はい。はい。で、試験のやり方そのものは、やっぱりこう JIS の、企画書ですね、の、付属書 JB っていう欄に書いてあるですね。なんですけれども、まあ実際やるときにはどう読んだらいいかっていうのは、ここに、やっぱりこう、ウェイクっていう、まあ、ウェブアクセシビリティ基盤委員会のところが、まあ、さっき言ったですね、このページをこう選択する方法、試験するページをどうやって選ぶのとかですね、まあ、どういったドキュメントを用意しなきゃいけないのみたいなことはこう書いていますと。はい。まあ、さっき言ったのはこれですね、すべてのウェブページなのか、ランダムに選択するのか、ウェブページ意識を代表するウェブページを選択するのか、それらを組み合わせるのか、みたいなことで、まあ、そのサンプリングしたページがアクセシビリティのチェックした結果が、まあ、他のページとしても、同じ結果に多分なるよねっていうような選び方をしてくださいねっていうようなこととかが書かれていますと。はい。あと、まあ、このぐらいのページ数でチェックした方がいいんじゃないですかっていうような、まあ、おすすめの目安というかですね、いうようなことが書かれている。まあ、11、24ページが最低限、25、39ページで標準的、40ページ以上で十分みたいな、まあ、そういうことが書かれていたりしますと。はい。なので、まあ、これは補足文書なので、結局 JIS を読んで、まあ、その上でこれを読むっていう必要があるんですけれども、まあ、今日は概略をお伝えしていきますと。はい。で、じゃあ、まあ、そのやり方、手順をこう、一つずつ話していくとですね、だいぶ疲れてきちゃうと思うので、実際試験をやった結果っていうのが、まあ、当然なんですけど、これに則って、試験をですね、実施したサイトっていうのは、まあ、結構あって、まあ、その中で、事例をこう、いくつか見ていくと、わかりやすいかなと思うので、ちょっと見てみたいと思います。はい。例えば、このジェトロ。これは、ウェブアクセシビリティ基盤委員会のセミナーでもちょっと紹介したりしているんですけども、はいはい。GDPR。で、ウェブアクセシビリティについてっていうページがあるんですね。で、この中で、まあ、方針を策定し、誰もが利用しやすいウェブサイトを目指して、ウェブアクセシビリティの改善に取り組んでいます。という前置きとともに、JIS に基づく試験結果、っていうのが上に書いてあるんですね。まあ、これはなんかもともとこの Web アクセシビリティ方針っていうのがまずあって、で、その後にこれに基づいて作った結果っていうのを試験しましたっていう立て付けで、まあ、上に載ってるみたいな感じになっていますと。
なので先にちょっと方針を見てみたいと思います。JETRO の Web アクセシビリティ方針。で、JETRO のウェブサイトは JSX831 の3、2016、まあ、こう企画の正式名称ですね、に対応することを目標とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいますと。まあ、ちなみに、なんかここがね、ほとんどみんな一緒なんですよね。なんかこう、この書き方とかも割とどのサイト行っても一緒なんで、なんかこうコピペしてる人がいっぱいいるのかな、みたいな感じになってるんですけども、まあ、大体こういう書きぶりになってますと。なんですけど、まあ、できれば、まあ、これがいけないってわけじゃなくて、ただ、結構意思を持ってアクセシビリティをやってる場合は、まあ、その会社のミッションがこうだから、だからアクセシビリティやってますとかですね、まあ、そういう書きぶりにすると、まあ、よりこう説得力が出るみたいな話はあるかなと思います。で、これが1個目が対象範囲なんですね。で、これはまあ、この JETRO GOJP って書いてあって、まあ、そこ以下一式っていうことなんですけれども、まあ、以下を対象から除きますというようなことを書いていますというようなことで、まあ、そのあらかじめですね、まあ、達成アクセシブルにするのが難しいと思うところというのは、まあ、こういうふうに書いてそこを外す、一旦外すということはできるという感じにはなっていますと、まあ、ですが、まあ、これをやっていくとですね、どんどん外していけるという話があって、なので、まあ、あくまで、まあ、ある程度やるんだけど、ここだけはちょっとあとねみたいな感じに、まあ、できるように調整できた方がいいですよねと、いうところはあるかなと思います。はい。なんで、ちょっとまあこういう例外がいろいろ書かれているんですよね。はい。で、まあ、こういうのも、まあ、例えばですね、こうユーザーが投稿するコンテンツをアクセシブルにするのとかってかなり難しいんですよね。そのユーザーがアクセシビリティを分かっていない限り難しいので、まあ、そういうのが難しいですっていうのはまあ分かるし、そこを例外にするのは分かるんですけど、まあ、単純に今はちょっと難しいですっていうのとかを、まあ、どんどん外していくっていうのは、そうですね、ちょっとどうなんだろうというか、まあ、それはそれで外したやつは、じゃあいつまでにやるのかみたいな話は別途できるような感じにしていった方が本当はいいんだろうなと思いますと。まあ、PDF を外してたりもしますよね。あと、そうするとこうですね、PDF と HTML のが同じものがこう、ちゃんと公開されてれば、まあ、HTML で情報取得できるからいいんですけど、PDF しかない場合で、かつ PDF がアクセシブルじゃないと、まあ、それは情報取得できないので積んじゃうんですよね。まあ、みたいなこともあるので、結構その何を外す、例外にするかっていうのは結構その対象から除くかっていうのは、まあ、慎重に考える必要があるかなと思います。で、この目標を達成する期限ですね。これは、まあ、要は試験をやって、その試験結果を公開するときっていうことが、まあ、この2になりますと。で、目標とする適合レベルっていうのが、まあ、先ほど申し上げた、レベル AA。で、まあ、自治体だとですね、まあ、もう自動的にこの AA になります。なぜかっていうと、まあ、その公共サイト、みんなの公共サイト運用ガイドラインが AA を、目指してくれと言っているっていう点が一つと、AAA を全部準拠するって多分できないですね。内容的にかなり無理なやつがあって、まあ、例えばその、中学生でも読める文章にしてくださいみたいな達成基準があって、まあ、どうすんのって話だし、どう判定すんのって話があって、まあ、英語だとそういう文章の難しさっていうのを判定する仕組みがあると聞くし、まあ、日本でもそういう取り組みはなくはないというんですけど、まあ、事実上ちょっと判定が難しいよねみたいなのもあったりするので、まあ、大体このレベル AA ってことになることが多いかなと思います。はい。はい。で、この一部準拠ってなってるんですけど、まあ、本当はまあ準拠を目指すべきで、ここで一部になってるのは、この時点で例外、これとこれはちょっとできないですっていうことを言っているからなんですよね。なんで、このキャプションライブの達成基準とか、音声解説収録済みの達成基準とかって、これは要はそのライブ配信の動画に字幕をつけてくださいとかですね、収録済みの、まあ、なんでしょう、音声とか映像とかに音声解説ですよね。だから、その映像が見えているけど音は例えば聞こえないっていう人に、映像が見えない人に、この画面上何が起きてますっていうことを音声で解説してくださいとか。で、これをまあやると結構すごいコストがかかるので、まあ、含めていませんっていうことにはなってるんですけど、まあ、その辺も本当は含められると
いいんだろうねっていうのはありますと。はい、で、まあ、試験の実施と公開。まあ、そうですね。これがあのさっきの、この目標を達成する期限と一緒なんですけど、まあ、ここまでに公開しますと。あと、このジェトロさんがいいなと思うのは、非対応コンテンツにおいて個別にサポートを行いますと言ってるので、まあ、そういうやり方もあると思うんですよね。だから、まあ、作りとしてはちょっと難しいんだけれども、個別に問い合わせもらえれば、ちょっとそこでサポートするよということで、まあ、そういうのも、まあ、一つのアクセシビリティの実施の仕方かなというところですね。あと問い合わせ先が書いてると。これが、だから方針なんですね。ちょっとドキュメント一瞬見させてください。そうですね。そうですね。なんで、この方針に載ってる内容っていうのは、そのさっき見ていただいたような形で、まあ、まず対象範囲と、あと適合レベル、および対応度。で、目標達成する期限。で、例外。追加する達成基準はこっちではなかったですね。で、担当部署、とかっていう感じですね。はい。じゃあもう一個。見てみましょうか。ウィンチケット。はい。これはあのサイバーエージェントさんが、作っている、競輪をオンラインでできるサービスなんですけど、まあ、そこのウェブアクセシビリティ方針。まあ、ここも対象範囲、目標とするレベル。で、ここはまあそのシングル A になってますね。まあ、自治体案件じゃないからっていうところなのかなと思うんですけども、シングル A になっていて、で、追加する達成基準っていうのは、まあ、その次の上のレベルの達成基準で、ここもできるっていうことを目指しますっていうことを書いていますと。まあ、コントラスト最低限レベルっていう、まあ、そうですね、4.5 対1というコントラストの、値に、まあ、テキストがちゃんとなってるっていうのが、これなんですけど、これは、実施できるようにしようとか、あと、フォーカス可視化っていうのはですね、まあ、キーボードフォーカスですね、タブキーを押したときにキーボードフォーカスが当たると思うんですけど、あの枠はちゃんと全部で見えるようになってるっていうことはできるようにしますと、まあ、いうことで、まあ、この2つはですね、まあ、結構、次の上のレベルの WA ってなってるんですけど、まあ、できるだけやった方がいいものと言えると思うので、まあ、これを入れてるんだろうなと思いますと。で、例外事項で、まあ、ここもやっぱりそうですね、動画のに対してキャプションをつけたり、音声解説をつけたりっていうのが、そうですね、音声コンテンツのキャプションは代替コンテンツが提供されずっていうのはですね、まあ、多分配信元があるんでしょうね。で、そこから提供されなくて、で、このサービスで作るっていうのもちょっと今は難しいので、現時点では達成できませんと。まあ、こういうことが書いてあると。はい、なので、まあ、おおむね一緒というか、まあ、この方針策定ガイドラインに基づいて書いているので、それはまあ概ね一緒になりますということなんですね。はい。で、試験結果の方をちょっと見てみたいと思います。はい。今度、ウィンチケットの試験結果を見てみたいと思います。ここはまあ方針があって試験結果ですということで、まあ、そのままそのページに載ってるんですね。はい。で、Web アクセシビリティ試験結果。ということで、まあ、この時期にやりましたということが書いてあります。はい。で、試験結果において、表明日。まあ、これ試験結果を載せてる日ですね。で、企画の企画番号は、これは自動的にこれになります。GCX8311-3-2016 と。で、試験した結果、満たしている適合レベル及び対応度っていうのは、まあ、適合レベル A、一部準拠ということで、まあ、A に、一部準拠する形、もともとはレベル A に準拠だったんですけど、まあ、テストしてみたら、レベル A 一部準拠で、まあ、ちょっと、準拠するには足りないところがあったんだなっていうことがまあ見受けられますと、はい。で、対象となるウェブページに関する簡潔な説明ということで、まあ、ウィンチケットの主要なページということで、まあ、主要なっていうのは後でさっきのロジックにのっとったまあサンプリングをしたっていうことなんだろうなと思います。で、依存したウェブコンテンツ技術っていうのは、まあ、要はそれ使って作ってるやつっていうことで、まあ、ちゃんと説明するとすごく長くなるんですけども、大体ここは HTML と CSS と JavaScript になります。今日ここをフラッシュって書くことは多分ないと思います。ので、まあ、自動的にこれになると思います。で、試験を行ったページの URL と試験実施期間。はい。で、その後、達成基準チェックリストっていうもので、
まあ、具体的にはこの辺をこうチェックしたんだけれども、それが、まあ、適用というのはですね、まあ、それをチェックする対象物があるというときに適用になるんですね。で、適合っていうのは、まあ、この達成基準を満たしていれば適合、そうでなければ不適合ということで、まあ、この例えば非テキストコンテンツ、まあ、画像に対しての代替テキストとか、そうですね、まあ、キャプション収録済み、まあ、動画にキャプションがつくとか、まあ、そういういくつかのものがちょっと不適合、テストしてみたら不適合だったと、まあ、いうような、まあ、コントラストも一部不適合だったとか、まあ、でも、まあ、他は適合してるんですけど、まあ、そのチェックした結果っていうのがこういうふうに載っていってますということなんですね。で、このウィンチケットさんが、まあ、素晴らしいなと思うのは、どこがどうできてなかったのかとか、この後どうするのかってことをちゃんと書いてるんですよね。だから例えば、この非テキストコンテンツの達成基準で、代替テキストが漏れてましたということで、まあ、この、登録完了で1000円分必ずもらえるとかですね、ポイントで投票、払い戻し金は現金みたいなところに、代替テキストがついてなかったと。で、原因は AB テストツールによる画像入稿時のテキスト設定漏れ。めちゃめちゃすごい現場感ありますね、これ。まあ、それでちょっと漏れちゃったなということで、まあ、対応はこうしますというような話とか、情報及び関係性の達成基準ってやつで、まあ、表に見えるんだけども、これが列でこう読んじゃってたって感じなんですかね。2002年、2003年、2004年、2006年とか読んだ後に、この人の名前を言っちゃって、で、今度は登録地を言っちゃってみたいな、こう、なんか、感じになっちゃっていた。だけども、まあ、それは本当はテーブルを使って、横に読むべきだったね、というようなものとか。あとのコントラストを測ったら、ここの矢印ついてるところのコントラストがちょっと足りてませんでしたとかですね。まあ、なんで、ここまでやれたらすごい、なと思います、まあ、非常に真摯な対応だなと思うし、まあ、分かったのでまた直しますっていうことを言ってるということで、まあ、これ自体すごい参考例としていいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、こういうようなことで、まあ、実際試験して、でそこが不適合だった、なんでみたいなことをこう書いていくということになります。はい、でその表示してほしいねという、まあ次の内容を含むようにすると望ましいって言っているのがこれで、まあ、表明日と企画番号を満たしている適合レベル、対象となるウェブページに関する簡潔な説明、依存したウェブコンテンツの技術リストで、その試験対象のウェブページを選択した方法及び選択したウェブページ数、はい、と試験を実際にやった URL、達成基準チェックリストっていうのは、ここですね。これが達成基準チェックリストですと。はい。で、試験実施期間。みたいな感じですと。なので、まあ、試験をやって、こういう形にまとめて公開するということが、まあ、試験の、あらましであるというふうな感じになりますと。はい。で、あとですね、まあ、追加の表示事項っていうことで、ジェトロの方にあるのかな？よいしょ。そう、今日はなかなかだからチェックに行かないんですよね。この試験の立て付けをお話ししていると結構そこで時間を使っちゃうんですけど、まあ、お許しくださいって感じですけど、ここでもまあそうですね。大体フォーマットはさっきと一緒ですね。で、ここはページの選び方のロジックも示している。代表するページとランダムに選択したページと。はい、で実際こういう感じで試験しましたっていう感じで、まあ、ここまでは、なんて言うんでしょうね。まあ、さっきと同じですと。まあ、ベーシックに書いてくださいっていうものを書いてるんですけど、まあ、他にちょっといくつか追記している部分がありますねということで、ちょっと一回ドキュメントに戻るんですけれども、この追加の表示事項で、これを追加してもらってもいいよっていう表示事項がありますと。で、1個目がこの達成基準を満たすことを示すための技術的根拠って書かれていて、まあ、一体何のことだろうっていう感じなんですけれども、技術的根拠っていうのはこれを見てもらうとですね、これは達成基準チェックリスト。
あ、これじゃないや。すいません。ちょっと待ってくださいね。あ、違います。この実装チェックリストっていうものが、具体的にはそれに該当するんですけれども、その実装チェックリストって何なのっていうのをですね、ちょっと画面に出しますね。その、ウェブアクセシビリティ基盤委員会が、まあ、こういうやつだよっていうのを配ってるのがあるので、ちょっとそれをご覧いただくとですね、見ていただくと早いんですけども、こういうやつといっても、これを見ていただくのもだいぶなんか何これみたいな感じなんですけども、まずこの達成基準があるわけですね。で、達成基準に対して、状況っていうのがあって、この達成基準に関わるような状況、例えばこう短い説明が非テキストコンテンツと同じ目的を果たし、かつ情報を提示できる場合っていう、まあ、これ自体も理解できるのが結構難しいですけども、まあ、そういう時に、じゃあどういった実装方法によって、このアクセシブルにしているのかっていうことを、あのパターンが示されてるんですよ。この中で、例えばその、まあ、アリアラベルをつけるとか、アリアラベルドバイをつけるとか、なんかこう、いろいろこう、要はその状況においてアクセシブルにするための実装方法っていうのがいくつかあるわけですね。そんなのやらないよっていう、こう、最近、多分知ってる人はあんまりいないと思うんですけど、オブジェクト要素にボディを使用するとかですね、アプレット要素にテキストによる代替を提供するとかですね、もう今時絶対使わないようなやり方とかもあるんですけど、まあそういうのも含めて全部こういうやり方でこの状況に対してアクセシブルにできるよっていうのが書かれてるんですよね。で、それを、どれによってアクセシブルにしているっていうことが言えるっていうのが、その実装チェックリストなんですよね。なので、まあ、お題目としてはですね、最初に実装チェックリストで、これをこうバーッと見て、どのやり方でアクセシブルにしようっていうのを決めて、それの元において、実際に制作をし、で、その元において、試験をすると、一応理論的には、もともと想定していた実装方法で実装されるので、アクセシブルになるはずなんですよね、理論上は。まあ、実際のところ作っていくと、もともと想定してないやつが出てくるんで、まあ、そんな風にはできない、しきれないと思うんですけども、まあ、ただ、こういうのを見ていくとですね、まあ、それはやらんやろってやつを除いていくと、大体、まあ、この3つのうちのどれかでやるんだろうね、みたいなことにはなっていくので、まあ、それを元にして、実装して、で、それに基づいてチェックをかけているので、アクセシブルになるはずっていうようなことが、この、達成基準を満たすことを示すための技術的根拠、まあ、要は実装、こういう実装をするように作っているから、達成基準を満たすようになっているはずですっていうことが、この実装チェックリストなんですね。なんですけど、まあ、これ作んなきゃいけないってわけではないので、まあ、そうですね。その要件にこういうのが含まれていたらこれを作る必要があると、いうことで、まあ、そういったものを実際にこう実装チェックリストっていうものを作ることになったときにこういったふうに作ればいいよっていうのをまたこのスライドで紹介していたりとか、あとですね、この実装チェックリスト生成ツールとかですね、まあ、後で実際デモするこのコグチャっていうですね、こう試験をサポートしてくれるツールとかでもまあそういったものが作れるようになっています。これもちょっとご紹介しておこうかな。まだ、そうですね。で、まあ、なんか適当に入れればいいのかな。はい。お、半角衛星標的を、ダメなのか。作れない。HTTP 入れなきゃいけない。んで、まあ、ここでなんかそうですね。例えば、非テキストコンテンツに対応するってやるとですね、下に、こういう、どれでやりますかっていうのが出てきて、で、まあ、これらを、まあ、これでやろうと思います、みたいなのを、こう、チェックしていくみたいなことをすると、こう、さっきの実装チェックリストが生成できるっていう、こう、ヘルパー、アプリケーション的なやつが、あったりしますと。そうですね。なんですけど、まあ、結構、クロート向けではあると思うんですけど、まあ、こういった、ツールを使うことで、
実装チェックリストを、まあ、なんていうか、作る。まあ、この元々のやつをこう全部覚えてないと手で作れないので、ちょっと人間と技ではないから、それは。なので、まあ、こういうものを使って、これとこれとこれで作ろうと思うよとか、ないしはこれとこれとこれで作られてると思うよっていうのをこうチェックして、実装チェックリストを作るっていうことも、まあ、このツールだとできるようになっていますと。はい。はい、で、あとはさっきのジェットローのだと、そうですね。まあ、こういう Windows、点で、まあ、こういう環境でチェックしましたとか、まあ、そういうのが書いてあるということで、そうですね。それはこれですね。コンテンツを検証するのに用いたオペレーティングシステムの名称及びバージョン及び、支援技術を含むユーザーエージェントの名称及びバージョンみたいな。まあ、どういう環境でチェックしましたみたいな話とか、が書かれていますと。なんで、この辺はちょっと、詳しく説明すると、なんか、おまけ、追加なんだけども、やたらにこうややこしくなるので、一旦この辺にしておこうと思います。はい。で、で、あと、アクセシビリティサポーテッドっていうですね、考え方があります。これ何かっていうとですね、さっきのこう、達成方法があると思うんですけど、さっき例として挙げたんですけれども、なんかこの中に、まあ、理論上できるんだけど、もうやらないとかできないとか、そういったものが含まれていたりとか、あと、これをやっても、そのスクリーンリーダーでは何も起きないとか、そういうのがあるんですよね。だから、こういうふうにすると、マークアップ的には、例えばですけど、そのスクリーンリーダーに情報が伝わるようにマークアップできるんだけども、スクリーンリーダーがそれを受け取らない。まあ、代表的なのだと、ストロング要素とかでマークアップしても別に協調的な読み上げにならないみたいなとか。あるわけですよ。別になんか高い声で言ってくれたりしないというようなことで、まあその、なんていうか、こう、やってもそれがスクリーンリーダーとかその支援技術とか、まあ、あるいはブラウザとかがサポートしてない場合があると。まあそうすると、その実装の仕方で実装したとしてもアクセシブルにならないわけですね。なので、そういう、実際に、その実装したときに、どういう挙動にその、受け取り手のそのブラウザだったり支援技術がなるのかっていう情報がないと、いや、技術的にはこれでいいって書いてあるんでやりましたってなっても、ユーザー的には別にアクセシブルになってないですっていう状況が起きちゃいますと。なので、そのアクセシビリティサポーテッド情報っていう、この実装の仕方だったら、こういう支援技術とかブラウザがこういう反応してくれますっていう情報をもとに、アクセシブルな実装になってるかっていうことを判断する必要があると。いうことなんですね。なんで、達成方法の中には、技術的には可能であっても、主要なブラウザ及び支援技術でサポートされてない達成方法も掲載されている。だから、自分のチェックした環境では大丈夫でも、他では大丈夫とも限らない、みたいなこともあるので、この情報を使って、これで実際 OK かっていうのを判断する。まあ、この情報を使いつつ、本当はその手元でチェックする環境がいろいろあった上で、なるべく多くの環境でチェックできるのがいいんですけれども、それを、まあ、この情報は先にチェックしてくれているので、まあ、それを使うとちょっとショートカットできますということですね。例えばこれですね。さっき言ったストロング要素を、まあ、こういった組み合わせでやってみましたということで、まあ、普通に読み上げられると。だけども、まあ、協調的に読み上げはされないねと。各文が単純に読み上げられたというようなことが書いてあるんですね。ちなみにこう Web アクセシビリティ基盤委員会はですね、こういうことを一緒にやってくれている仲間を常に募集しているっていう宣伝をさせてもらいます。これすごい大変なんですよね。だからこのテストをこうスクリーンリーダーでテストしてその結果を書くっていうことを地道に人間が頑張るほかないので大変なんですけど、まあ、こういうものを、まあ、この基盤委員会が用意しているので、まあ、これを見てもらったりすると、まあ、たとえ手元にない環境でも、こういうことなんだねっていうのは分かるという形にはなっているので、活用しましょうということですね。あと、このアクセシビリティサポートっていうですね、まあ、海外のサイトもあって、ここに行くとですね、まあ、さっきのアクセシビリティサポーテッド情報を、に関するやつで、まあ、こういった実装が、まあ、どういったブラウザだったら、ちゃんと役に立つかっていうことが、まあ、一覧になっています。
これってアクセシビリティ以外にもありますよね。あの、なんだっけ、忘れちゃった。あの、CSS のサポートがされている。キャナイユース。あ、そうそうそう。のアクセシビリティ版です、要は。うん、はい。なので、これでですね、あんまりこう、なりまくってるやつで実装してもですね、それは仕組みとしてはそうなんだろうけど、あの、世界が追いついてないですっていうことなので、実際のところアクセシブルにならないんですよね、現時点では。なので、まあ、その辺をちょっとこう気をつけつつ実装した上でチェックしてっていうふうにやらないといけないというような形ではありますと。まあ、アクセシビリティだから特別っていうよりも、これはまあ普通に実装とかデザインしてたらまあ普通に起きることかなと思いますと。この表現をこの実装でやれるんだけど、Chrome だけでしかできないみたいなのって、じゃあ他のところだと崩れちゃうよねみたいなのと、まあ、同じ。っていうのはアクセシビリティにおいてもありますよということですね。はい。ということで、今、何分？9時か。ちょうど9時ぐらいですね。はい、9時ぐらいですね。このあたりで、今コメントってついて。コメント1件いただいてましたかね。はいはいはい。ああ。そもそもアクセシビリティ試験をどういう目的でやるものなのでしょうか。試験を実施して公開すると誰にどのようなメリットがもたらされるのでしょうか。そうですね、目的としては、このサイトがアクセシブルですよっていうことを表明するためっていうのが、そのままなんですけど目的ですということで、試験を実施して公開すると誰にどのようなメリットがもたらされるのか。なので、まあ、試験の実施と公開においてのメリットっていうのはまあそんなにないですと。まあ、それがされたことで、アクセシブルですよってことを表明できるのと、その第三者が見て、まあ、どういう試験をやったのかなとかが、まあ、追証後で確認できるっていうことがメリットになるんですけども、まあ、どちらかというとその工程においてのメリットがすごく大きい、まあ、要はそれのような、まあ、方針を出して実際にアクセシブルにして試験するっていうことによってサイトがアクセシブルになるのでアクセスできる人が増えるっていうことが、まあ、最大のメリットかなと思います、はい、でそれを、黙ってやって黙ってアクセシブルになることもでもまあいいっちゃいいとは思うんですけれども、まあ、現時点ではそのアクセシビリティに取り組んでいる人っていうのが、まあ、まだまだもっと増えてほしい状態なので、まあ、こういうサイトで、まあ、方針立てました、で対応しました、アクセシビリティ向上しました、で試験もしましたっていう事例が増えるっていうことで、あ、そういうのってやった方がいいのかなっていう人も増えるとか、そういうのやりたいときに、まあ、そういうサイトを見に行って実際やった例を見に行って、あ、こういうふうにすればいいんだねって分かるとか、で実際にその試験結果を公開しているサイトは、まあ、少なくとも試験対象ページにおいてはそのチェックをされているわけなので、まあ一定以上アクセシブルであることが期待されるわけですよ。なので、まあ、それを見に行くことによって、あ、こういうふうに実装するといいのねとか、まあ、こういうデザインならこのチェッククリアできるのねとか、そういうのが分かるっていう点も、まあ、メリット、まあ、作る側としてはメリットなのかなと思います。僕の理解としてはなんかそういったメリットがもたらされる。なんでエンドユーザーに対してももちろん使えるようになるっていう、まあ、メリットっていうか使えるようになることが起きるし、まあ、作り手とか、ないしアクセシビリティに取り組もうとしている人にとっても、そのサイト自体をこう教材にできるっていう点がメリットになるんじゃないかなというふうに思います。その他何かございますでしょうか。シートにいただいてたのはそれくらいですかね。はいはい。ちょっと今時点ではまだ近い部分もいただいてはいないですね。はい、はい、はい。チャットとか、あ、なるほど。あ、答えがお役に立てたようでよかったです。ツイッターとかだと、まあ、道なりが果てしない。片手間じゃきつい。まあそうですね。そうなんですよね。だから、まあ、
そう、黙ってやって黙ってアクセシブルにしちゃう方が楽なんですけど、まあ、やっぱりやってますよっていうのを言えることの、まあ、世の中全体に対するメリットっていうのは結構あるなと思うので、まあ、そういう案件が来たらやってみてほしいなっていうのはあるし、あと、まあ、ちっちゃいサイトでも別にやっていいので、むしろこう、個人サイトでちょっとやってみるかとか、こういう、まあ、それこそ WP ズマップとか、まあ、そういうこう、なんて言うんでしょう。自分たちの団体で、まあ、10ページぐらいしかないサイトだけどやってみるかとか、まあ、そういうこともありなんじゃないかなとは思います、はい、試験と改善だけで仕事にできそう、あ、その通りです。その試験と改善だけを仕事にしている人います、はい、なので、まあ、これ自体特殊技能というか、まあ、プロフェッショナルスキルがいるやつだと思うんですよね。なのでちゃんと試験して、でここがこういう理由でアクセシブルではないですよっていうのと、このように改善するとアクセシブルになると思いますよっていう提案をする、まあ、っていうことはもうそれそのものがお仕事だと思うので、まあ、そういったコンサルティングの仕事をされている方というのも、いらっしゃいますね、はい、そんなところですかね。はい、でそうですね、実際の試験をやるか、ちょっともう CM 行っちゃうか、どうしましょうね。どうしましょう、はい、試験やってる途中で、はい、ずっと切れちゃうとやりづらいですよね、きっと。そんな気がします。ですよね、はい、試験やるんだったら、一気にこうバーってやっちゃった方がいいですよね、きっと。そうですね、はい。その方がいいかなと思います。そうですね、はい、この1時間全然眠くはならなかったんですけど、はい、ものすげえこう頭の中に入ることがいっぱいで、はい、そうですね、はい、疲れたかなっていう気もするので、はい、ちょっと時間的には早いんですが、ちょっとここで CM タイムとさせていただきましょうか。はい、じゃあお願いします。はい、承知しました。じゃあ井原さん、前半ありがとうございました。はい、はい、また後ほど。はい、ではということでですね、まず、前半、試験はそもそもどういうものなのっていう概要の説明を1時間していただきましたので、でここでちょっと、WP ズームアップからの CM と、休憩の時間を取らせていただいて、で休憩明けから、試験を実際にデモとしてやっていただくというふうにしようと思います。では、ちょっとこの後 CM をさせていただこうと思いますので、今日の CM 担当はさやこさん、はい、お願いいたします。はい、はい、では、本日の CM に入らせていただきます。WP Zoom Up は、今年から13社のスポンサー様がついてくださっています。そして毎回1社か2社のスポンサー様が来てくださっているんですが、本日のスポンサー様は、ちょっとすみません。株式会社シエル様です。株式会社シエル様の小林社長が本日は来てくださっているということで、小林さんいらっしゃいますか？あ、こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですけど、共有を停止しますので、はい、この後よろしくお願いします。はいはいはい、よろしくお願いします。じゃあ皆様こんばんは。株式会社シエルの小林と申します。こんばんは。あ、すみません、よろしくお願いします。ちょっと画面共有させていただきます。よいしょ。今アクセシビリティのお話ずっと聞いてたんですけど、うちの会社でも最近そういう案件がありまして、どちらかというとツールの方を作ってたんですけども、まあ簡単に会社の説明からしていきたいと思います。まあシエルなんですけども、まあ本業はですね、システム開発です。で、まあ、ウェブに限らずですね、何でもやってます。で、ワードプレスもシステム的な観点から、お仕事をさせていただいてます。で、地域に密着してるんで、まあ、ライブ中継とかのですね、お手伝いとかもやっております。はい、場所は、熊本県八代市っていう、ちょうど九州の中心にあるところです。で、まあ、ウェブに限らずですね、まあ、過去2年間で使った言語っていうのをちょっと調べてみると、まあ、こんな感じでアプリからウェブからですね、まあ、何でもやってるような感じです。で、うちの会社でですね、まあ、そのビジネスロジック的なものは、
表には出さないんですが、裏側のですね、フレームワークだとかそういったものは、まあ、積極的にオープンソースとして出そうと思って、活動しています。で、こちらを今日ちょっとご紹介したいかなと思います。で、オープンソースで、ワンゴっていう名前の、フレームワークを公開しています。GitHub の方でですね。で、これ2003年から2021年まで結構長いんですけど、まあ、ずっと PHP 使って開発してた知見をですね、積み上げてフレームワーク化しています。で、まあ、ありがちな MVC とかですね、ORM とか、テンプレートエンジンとか持ってて、で、極力お約束を強制しないような緩い感じで使えるような仕掛けです。で、どんな感じの構成になるかって言いますと、まあ、通常のフレームワークと一緒のような感じですね。まあ、WAGO っていうのをインストールしていただいて、一番上のウェブアップっていうのを作ってもらうと。まあ、そういった仕掛けです。で、今日はですね、ちょっとリアルタイムじゃ失敗しそうだったんで、3分でですね、まあ、録画をしてみました。で、今回、マウスを使わない怪しいウェブページっていうのをですね、3分でお見せできたらなと思います。で、おまけに HTML も書きません。で、仕上がった姿は、まさにインターネット老人化で見るような、そういう画面になるかと思いますので、ご覧いただければなと思います。で、今回使うリポジトリはですね、この3つのアドレスから取得できます。では、3分で作ります。コンソールから始まります。で、最初にですね、ディレクトリを作ります。今、カチャカチャ作ってますね。で、ここでフレームワークを Git から持ってきます。ちょっと長いんでコピペしました。で、一個上に戻って、エクステンションを入れます。マウスを使わないウェブページを作るためのエクステンションです。あと、Apache とか PHP を動かすための、仕掛けも同時に入れますと。で、フレームワークをインストールします。まあ、こんな感じで、まあ、うちで作ってるのに、ほぼ日本語で使います。で、これでインストール完了しました。で、Apache の方を、Apache の方じゃない、エクステンション有効にして、Apache の設定をちょこちょこってやります。インクルードパスがちょっと増えるので、その設定をして、Apache を起動しますよと。するとですね、一応サービス動き出して、デモのページができるようになってますと。demo.php っていうファイルがですね、出来上がっているので、これを開くと、まさしく、インターネット老人会的な画面が開きますよと。10と20を押して、F1 を押すと計算されると。で、中身はどうなってるかって言いますと、2つなんですね、ファイルが。1個はテンプレートファイル。こんな感じでデザインします。で、こっちがロジックですね。この2つで計算が動きます。で、ここでちょこちょこちょこって、まあ、文字を入力したりすると、まあ、ブラウザで見ても、こんな感じでレイアウトされると。まあ、HTMLいらないんですね。まあ、テキストファイルでガチャガチャ書いていくと、まあ、それがそのまま画面に反映されるっていう感じです。入力項目を下に持っていきましたよと。ですると、まあ、下の方に項目を移動して、まあ、当然システムは動きますよということです。で、これ、結構ですね、iPad とかそういったもので、タップするよりも数字出た方が早かったりとかするインターフェースあるんですね。で、まあそういう目的で作ってます。で、画面のサイズも 80×25 っていう、どこかで聞いたような画面サイズで出来上がる。まあそういった感じのご紹介でした。5分しかないので、とりあえずここで終わります。で、見かけはですね、ちょっとあれだったんですけど、エクステンション使わないフレームワークが至って真面目なので、まあご興味がられた方は、まあ、ちょっと探していただければなと思います。で、唯一、今ですね、WAGO8 っていうのを開発中です。で、ドキュメントもですね、ないので、今頑張ってやってます。
今日から始めてます。で、他にですね、こういった変なサーバーも、公開してます。WebSocket のサーバーなんですけど、セッションのクラスター化ができるっていう、まあ、ちょっと嫌な単語かもしれないんですが、クラスター化ができるっていう、そういったものです。要はチャットのグループをバッてサーバーの中で作れて、その中で情報交換できます。で、ロジック自体は Lua で書きます。で、肝はですね、セッションを、要は接続を切らないまま、各人の変数も壊さないで、ロジックの変更は可能なので、ずっと稼働しっぱなしで、メンテナンスができるっていう、まあ、そういった目的で作っています。これもちょっと過去の案件でですね、いろいろ困ったものの知見から出来上がったもので、まあ、詳細な今日はデモとかありませんけど、こういったものも出してますよというところです。で、もし、ご興味がありましたら、うちの会社のサイトまで見に来ていただければなと思います。後半も頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。株式会社シエルの小林様、ありがとうございました。ありがとうございました。熊本からご参加ですね。ありがとうございます。はい、です。はい、では引き続き、はい、スポンサー各社様のご紹介に移らせていただきます。スポンサー各社様、13社様、左上から順番に読み上げさせていただきますね。たった数分でサイトを多言語化できるビグロット様、高速、高機能、高安定性のレンタルサーバー、X サーバー様、インターネットで挑戦し続けるすべての人のやりたいことをできるに変える桜インターネット様、絶え間なく多様化するソフトウェアの世界から革新的な答えをご提案、株式会社シエル様、サーバーメンテナンス不要、安定安全簡単なワードプレスサイト運営者の強い味方、シフター様、どんな味付けにも染まる高級お出汁のようなワードプレステーマ、スノーモンキー様、あなたのビジネスを支えるテーマ、サイドビジネステーマ、タロスカイ様、コンテンツ作成をもっと直感的に、美しく洗練されたワードプレステーマ、ニシキプロ様、ワードプレスの実装にお困りの方、カスタムブロックの実装が必要な方、ご相談はハムワークスへ、ハムワークス様、次世代のサーバー管理プラットフォーム、プレスクオブシディアン様、思いを形に、ベクトルワードプレスソリューションズ様、ワードプレステーマスノーモンキーを数クリックでビジネスサイトに進化、ルイジンエン様、もう遅いとは言わせない、ライトスピードと SSD で爆速に進化したレンタルサーバー、ロリポップ様、以上、スポンサー各社様です。ありがとうございます。次は WP ズームアップのスタッフ紹介です。スタッフも結構増えてきていまして、こういったメンバーでやっています。一平さん、村上さん、しずみさん、デニさん、中谷さん、林さん、ぬかがさん、本田さん、私、三浦、メガネさん、佐伯さん、以上です。皆様どうぞよろしくお願いします。そして、運営のサポートスタッフもいます。ツゲッターのまとめをしてくださっています。森和恵さん。そして、コンパスなどのイベント画像を作ってくださっています。アスカさんです。お二人ともいつもありがとうございます。次は、スラックのご紹介です。スラックというのは、チャット形式で、お話しできるツールなんですが、こちらから参加できます。この URL か QR コード読み取ってくださるか、多分チャットにも今貼ってくださってると思うんですが、このスラックに参加していただくと、自己紹介とか質問し合ったりとか、毎回のこのズームアップの集合写真もこちらにアップしたりとか、いろいろみんなで交流できる場になっていますので、よかったらご参加ください。よろしくお願いします。そして、ズームアップ、WP ズームアップを支える会というのもあります。去年まではスポンサー様いらっしゃらなかったので、運営がスタッフの持ち出しでやっていたので、こういうグッズを販売して、
ちょっと運営費に充てたりしていました。今はもうスポンサー様ついてくださっていますので値下げしてます。ですので皆さんこの WP ズームアップのロゴのついたグッズよかったらおそばに置いてください。よろしくお願いします。はい、では CM タイムは以上となります。では休憩何分ぐらい取れそうですかね。そうですね、5分ぐらい取って今ちょうど20分な過ぎたところなので、じゃあ25分ぐらいまでということ で今から5分ということで、はい、じゃあスタートします。あ、そうか、じゃあ共有しておきます。はい、では今から休憩に入りますので、今日3時間と長いので皆さん飲み物を取ってきたりとかちょっと体を動かしてください。では5分間休憩にします。21時25分からです。みんないなくなっちゃいましたね。佐伯さんは司会でずっとあれなので飲み物大丈夫ですか。伊原さんのお話聞いてないですか。そう、参加者の皆さんもじわじわ増えてきてますね。76人ですね。すごいすごい、うん、なんか8時からするとすごい気持ちと時間に余裕がある気がするのは私だけでしょうか。お腹いっぱいパターンですね。あ、ご飯終わったばかりですか。いや僕そういうお腹いっぱいじゃなくて情報でお腹がいっぱいになるやつです。あ、そっか、すいません。そうです、盛りだくさんですよね。でもこうやってその、うん、まとまって情報をこう聞ける機会って、まあ、そんなに多くはやっぱりないので、うんうん、そうですよね。しかも、続編で前回に引き続きアクセシビリティの、ね、ことたくさん教えていただいて本当にありがたいですね。小林社長もすごくいいお声でしたね。何をおっしゃいますやら。あ、いらっしゃいました。どこだ。いらっしゃいました。あ、本当。すいません。すごいよく非常に非常に変態がすぎる広告でした。よく問えるいいお声だなと思って聞いてました。あ、いえいえ、ありがとうございます。だいぶダビ声になってきたんですけど、それは何かのしすぎですか。何かのしすぎで、何かの飲みすぎで、はい、何かの飲みすぎで、やばいですね。でもこういうズームだからやっぱり熊本からとかでも全然、ね、こうやってお話できるのがいいですよね。参加してくれる。そうですね、うん、でもなんかあれですね、全員分のなんだろう、ギャラリーが一品出ないんでドキドキ感は減りますね。あ、一品出ないですかね。設定があれば出るんですかね。あ、多分ね、共有しててもね、出そうと思えばなんとか出るんですよ。でも共有した後に、あ、見えない時もあって、見えないとちょっと焦りますよね。本当一人ぼっちで喋ってる感が。そうなんですよ、誰かいるのかなみたいな。私も経験あります。なんか反応、声も聞こえないし伝わってるのかなとかドキドキしますよね。でも昔熊本にしばらく仕事で行っていたので、僕なんか、あ、そうなんですか。そう、福岡で仕事を3年ぐらいしてたんですけど、その時出張で毎週熊本に行ってました。月金熊本で過ごして、半年ぐらい過ごしてた時期があります。あ、それは福岡から熊本に出てこられて。あ、
その仕事でってことですか。そうなんで、福岡の企業に勤めていた時に福岡に住んでたんですけど、はいはい、お客様が熊本で、あ、そういうことですね。あのシステム作ってたので、お客様のところに行って。ようこそ熊本へです。ありがとうございます。今ちょっと移動が制限されてるからですね。あ、なかなか。そうですよね。懐かしい、ね。また行きたいです。ですよね。自分もちょくちょく福岡には行ってたんですけど、移動が制限されて逆にそっちも行けないっていう、ね。ね、今もう、今ちょっとね、怖いですね。お、ですよね、終わりました。じゃあ終わりました。じゃあ佐伯さん、お願いします。はい、ありがとうございます。ということで、あ、井原さんも戻ってらっしゃいました。はい、ということで、休憩時間が終わりました。で、この後、いよいよデモを進めていただきます。で、デモの際にもですね、もし、その場で質問等ありましたら、先ほどのドキュメントでも結構ですし、スライドの方でも構いませんので、質問事項を書いていただく、あるいは、チャットに、ちょっとそこ気になるとかっていうふうに書いていただいても、こちらで拾えるかなと思いますので、ぜひとも、ご協力いただければと思います。はい、ではお待たせいたしました。井原さん、お願いいたします。はい。よいしょ。ちょっとお待ちくださいね。これか。はい。じゃあ、再び共有しました。そうですね。アクセシビティの試験の話で80人弱も聞いていただけるなんて、しかも裏番組に風立ちぬがあるのに聞いていただける。いやいやいや、風立ちぬ見ちゃいますよね普通。なんですけど、まあ、ありがたいことです。さっきかつぶやいたら録画してるっていう、今見てる方が言ってたので、そうですね、テレビは録画していただいて、これは見ていただければと思いますと、いうところで、ちょっとチック実演コーナーに行きたいとでは思いますというところで、そうですね、前回ご応募いただいた中でですね、クラウドワークスさんの中の人からですね、クラウドワークスの、サイトを、試験してほしいですという話がありましたので、今回はそのクラウドワークスさんをちょっと題材にさせていただければと思いますと。はい、なんで、まあ、クラウドソーシングの、まあ、日本最大の、まあ、案件数を誇るクラウドワークスさんで、じゃあアクセシビリティどうなってるのっていうところをちょっと試験していきたいなと思いますということなんですけど、まあ、当然全部絶対やりきれないので、ちょっと事前にお話中の人とですねお話しさせていただいて、まあ、5ページぐらいですね、ちょっと選定していて、トップページと仕事を探すっていうところと、ワーカーを探すっていうか見るっていうところと、あとはサインアップ、ログインみたいなですね、まあ、ログイン前の代表的なページをいくつかちょっと試験をさせてもらおうと思っています。はい、っていうのは、ログイン後だとちょっと人によって画面が変わっちゃうので、まあ、それを実際にこう見ていただきつつっていうのが、後でもできる、ログイン前のページの方が良いよねということで、まあ、そういった形でやらせていただこうと思いますと。で、この先ほどちょっと触れたコブチャっていうですね、すごく活かしたツールがあるので、それを使いつつちょっと試験を進めていきたいなと思いますということで、ちょっとそれをまず開きますというか、これかな、はい。で、あ、先にコブチャって何っていうページを出した方がいいか、ちょっと待ってくださいね。このコブチャの解説というページを開きますが、まあ、先ほど申し上げたようにですね、アクセシビリティ試験って、まあ、結構その何ていうか、その達成基準に対して、まあ、どうでしたかみたいなことをこうチェックしていくっていうのを記録していく。で、まあ、その記録した結果を後でまとめてどうでしたってやらなきゃいけないので、まあ、その支援、その手で頑張ってやれなくはないんですけど、まあ、こう支援ツールがあった方がいいよねということで、この時代工房さんっていうところがですね、まあ、お仕事で使われているこのアクセシビティ試験支援ツールを公開してくださってるという素晴らしいですね。コブチャ、コラボレーティブチェックツールフォーアクセシビティの略でコブチャなんだそうです。はい。で、これの、まあ、マニュアルがリンク貼ってあるので見ていただければと思うんですけど、Google スプレッドシート上でその試験の、
試験を行うシートを作って、で複数人でそれをこう試験していけるという形で、今日は一人でやるんですけども、本来の試験の時って、一気にやる、その短時間でやるにはやっぱ複数人でやった方がいいので、そういった、あとそのやった結果を他の人に見てもらうとか、いう意味でも、Google スプレッドシートって便利だよねということで、その中で、チェックを進めていけるようになっていますということで、でマニュアルは、あるんですけれども、実際ちょっとやってみたいと思います。ちなみにこのインストールだけちょっとご説明すると、Google スプレッドシートをこう開いた後に、このアドオンっていうところを開いて、アドオン取得ってやって、でここでコブチャってやるとですね、出てくるので、それをインストールすると。で、権限を渡してあげて、ログインして、みたいなことをやると、このアドオンっていう中に、コブチャっていうのが出現するようになるという感じなんで、そういうふうにするとお手元でもこう試してみることができるかなと思いますと。じゃあ一旦やってみますね。これ、なんもないですね。なんもないんですけど、これが試験のシートにこう変わっていくところも含めてちょっとデモしたいと思います。アドオン、コブチャ、コントロールパネルを表示。そうすると、右側にコントロールパネルっていうのが出ましたと。で、この1,2,3,4,5,6,7 っていうのを、6までかっていうのをやっていくと、その試験用のページ、シートっていうのがこう生成されるようになっていきます。一番最初はこの試験の方式を決定ってやつで、今回は WCAG2.0 の JA の WA で、こう表現をこう、丸バツとかトゥルーフォースとか、どっちしますっていうようなやつですね。2.1 の方がいいのかな。今日日だと 2.1 ですかね。その WCAG2.0 っていうのは結構前に出てるやつで、それに対してちょっとモバイルとかその、リフロー、なんでしょうね、レスポンシブの話とかが入って、ちょっと新しくなってるのが 2.1 なので、そっちの方がいいでしょうと。で、これ設定シートを生成すると、設定シートが生成されましたと。はい。で、これをもとに、その試験シートを作っていきますという感じなんですけど、で追加の達成基準というのは、この WA というレベルより上ですかね。なので、AAA に当たるようなもので、追加の達成基準があるときに足すんですけど、今回はやめときますと。はい。で、試験結果の表示シートを生成すると、最終的に集計した結果が載るようなシートがいきますと。はい。で、次に行きます。テンプレートを設定。テンプレート達成基準シートを作成ってやつなんですけど、これはですね、ちょっとやりますね。そうすると、こういう、後のこう1ページごとにこうのシートがこういうのが生成あとするんですけど、そのための元ネタが作られますと。で、そうですね、この URL とかタイトルとかはそのテンプレートで埋まるようになっていて、で日付は今日が入っていますと。で、このテンプレートにこうなんかこう謎の数字が並んでると思うんですけど、これが、いわゆる達成基準なんですよね。なので、この試験をするためにはですね、この達成基準のこれを見てどういう試験をするのか知ってないといけないっていうことで、これだと出ないね。スペシャルスキルがちょっと要求されるっていうのは、アクセシビリティに対する十分な理解が求められるっていうのは、そういうことなんですよね。例えばこの1の1の1、非テキストコンテンツっていうのを見て、これ大体テキスト入れてくれってやつだねとか、アイコンフォントにラベルつけてくれてるやつだねっていうふうに分からないと試験ができないっていうのがあるので、そこはちょっとそれがちょっと厳しいので、そのフリーが、こういうことができているみたいなチェックリストとかを作ったりしてるっていう事情があるんですけども、この試験の形式にのっとっていくには、あくまでその JIS か WCAG の書きぶりにのっとる必要があるので、こういう形になります。で、これに対して、チェックした結果どうでしたっていうのを書くっていうふうになっていくんですね。で、それに対してそれぞれレベルがあるというふうになってるわけですけど、このテンプレートは、
まあ、例えばですけど、そのウェブサイトでこうヘッダー、フッターってこう全ページについてますとかいうときに、先にこうヘッダーとかフッターだけこう試験しちゃって、でその結果をここに入れておくと、まあ、すると他のページにも全部それが適用されるので、あの一旦そこだけはあの大丈夫ですみたいな、そういう、まあ、一緒はそう同じ問題が起きているので、そこは全部同じ問題をコピーすると、まあ、そういうことはできるっていうようなことで、あのテンプレートっていうふうになっていますと、はい、で、さっき言ってたの実装チェックリストっていうのをもうちょっと作ってみます、まあ、これもコブチャ式、アイコラベレーション神戸式、ウェイク式と、まあ、いうことで、あの実装チェックリストを、まあ、どういったものをある程度最初からチョイスしているかっていうのがこういくつかのパターンになってるんですけど、今日はコブチャ式でやってみたいと思います。まあ、ただ、作んなくてもいいので、まあ、これは参考っていう感じですと。はい。今作ってくれてます。はい、こんな感じですね。なので、まあ、こういう感じで、まあ、例えばこういう、こういったことがあったときに、どういった実装にでやりますということで、このコブチャ式を選ぶと、まあ、いい感じにですね、もうやらんやろみたいなやつはもう消してくれていますと。このオブジェクト要素のボディはとかですね、エリア要素とかですね、もう、それこそ老人会、みたいなやつですね。あと、非推奨。タイトル属性で、こう、説明とかっていうの、タイトル属性って読み上げたりしなかった、読み上げるものもあればそうでなかったりするスクリーンだとかあるので、まあ、非推奨なんですけど、そういうの消してあるみたいな感じで、まあ、いい感じに、この辺をやってあれば、アクセシブルになっているであろう、モダンな、競技のやつでっていうのが、チョイスしてくれてるっていうのがあるので、まあ、こういうテンプレートを使うの、まあ、実装チェックリストがいる場合はそういうのを使うといいよねって感じですね。はい。で、続いて、試験対象の設定、URL 一覧のシートを生成します。はい。そうすると、この URL が書かれている、書くためのシートができますと。で、さっき試験で、十分な試験のページが40ページ以上って書いてあったじゃないですか。なので、まあ、40、まで、こう、一応数字が振ってあるっていう、こう、心配りがすごいされている。40ページ以上試験してもいいんですけど、まあ、このぐらいだよっていうことで、まあ、40まで書いてあるっていうような形になっていますと。はい。で、今回は、クラウドワークスさんの、ちょっと5ページぐらい。まあ、今回、デモなので、40ページやれないので、5ページもちょっと、まあ、時間次第だと思うんですけど、ちょっと、やってみましょうという感じですね。貼りますと、はい、で、URL ごとの記録シートを生成します。これうまくいくかな。これやるとですね、その URL にアクセスしてタイトルを持ってきて、ページをこうシートをこう生成してくれるんですね。素晴らしい。今作ってくれてますね。はい。お、作ってくれました。5枚のシートができました。はい。そうですね。タイトルがクラウドワークス。で、お、ヌル。ヌル、ヌルが返ってきてるな。これ多分なんかリダイレクトしてるんでしょうね。はい。なんで、本当は多分この URL じゃないのかな。クラウドワーカーに仕事を依頼。はい。会員登録、クラウドワークス。はい。あ、これもヌルが返ってきてる。はい。そうですね。多分アクセスしてリダイレクトして別のなんか URL なみたいなやつだと多分タイトルがヌルになっちゃう感じなんですけど。はい。まあこんな感じでですね、拾ってきてこうシートを生成してくれますと。で、まあ試験はページごとにやるんですね。なので、このページごとに、あとはこの上から下に見ていくというふうになっていくわけですね。で、大丈夫だったかどうかってことをこうチェック結果を選んでいくということですね。これで。はい。で、これがまあ、OK なら丸、ダメなら×。で、該当なしなら、この、ハイフンですかね。はい。で、まあ、今回はちょっと今こんなクイズやったんですけど、まあ、先にこのページら辺に全部動画ないよね、とかっていうことであれば、まあ、あらかじめこっち側で、なんでしょうね。その、例えば、キャプション収録済みとか、音声解説とか、
まあ、こういうのって動画とか音声メディアがない場合は、そもそも対象外なので、まあ、ここの時点で、例えば、ないよってしておくと、まあ、コピーされた側も、まあ、そうなるっていうふうにできるんですけど、まあ、今回は、ちょっと、まだ見てないので、その動画あるかもしれないので、先回りして入れるってことはちょっとしてないですという状態になっています。はい。シート1はちょっと何にもない、あれなんで、非表示にしとこう。はい。まあ、こんな感じで準備できましたというところなんですね。よいしょ。であと、この値の編集ってやつで、まあ、全部 OK だったら全て適合にする。なんで、ま、作ってるときに、ま、ほとんど OK なように作ってるつもりだったら、とりあえず全部適合にしといて、ダメだったやつにバツつけた方が早いので、まあ、そういうためにこう全て適合にするとかもできるようになっていますと。あと、ダメだったところのこうスクショを取って追加するとか、まあ、そのページのスクショを追加するとかっていうことも、ま、できるようになっていたり、まあ、テンプレートのこの達成基準を、まあ、いじった結果、ここにこう、バーって入れるとかですね。テンプレートのこう実装チェックリスト、これですね。これをこう、バーって反映するとか、いうようなこともできるようになってます。めちゃくちゃ便利ですね。いやはい。で、このテンプレートの、そうですね、実装反映っていうのをやると、どうなるかっていうと、まあ、まだ試験してないでいいんですけど、ので、まあ、反映しちゃっていいんですけど、そうですね。下の方に確か足されるようになってます。あれ？ちょっと待ってください。まだ頑張ってる。6枚のシート編集しました。あ、そうか。これは、だからあれですね。実装チェックリスト的に見て、どうだったかってやる場合、だから、ちょっとこっちを、達成基準の反映にしよう。すいません。まあ、こっちのその実装チェックリストを反映してやると、まあ、その実装になってるよねっていう見方でチェックしていけるので、あれに近い感じになる。あ、なんか残っちゃうんだ。なるほど。あ、なんか残っちゃった。なんか微妙な残り方しましたね。ちょっと一回消していいですか。すいません。よいしょ。ちょっと再生成しますね。これは僕の使い方がちょっと間違っただけで、このツールが悪いわけでは別にないです。よいしょ。よいしょ。よいしょ。もう一回やろう。できた。はい、ちょっと失礼しました。はい、まあそんな感じでですね、まあ、この値の編集っていうのもできるようになってます。じゃあ、見ていきましょうかっていう感じなので、ちょっと画面共有のスタイルを変えたいと思います。ちょっとお待ちください。こんな感じにして、で、画面共有を、これに、こうすると足せるのかな？よいしょ。両方出てます。かね。スプレッドシートと、この、クラウドワークスさんのページが両方多分見えている。今、両方出ましたが、スプレッドシートがちょっと縦長い。間が空いているので、そんな感じですかね。そうです。ちょっと、はい。こんな感じ？はい。ありがとうございます。こんな感じですね。はい。で、見ていきましょうということになってきますと。
で、結局ただそのチェックをかけるやり方というのは前回と別に変わらないですと。なので、まあ、機械チェックかけて、で、まあ、その時点で明らかに厳しそうなものはもうそこで記録しておいて、であとは人間が見ていくっていう、まあ、そういう順番で、かつ、見方もそのキーボード操作したりスクリーンリーダー使ったりとか、まあ、そういう感じになっていくので、まあ、そこはあんま変わらないですと。ただその記録するときに、起きたことを、これを見て、あ、非テキストコンテンツがダメだったねとかっていうふうにやることが、まあ、昨今のまで、今までと違いますということになってきますと。はい。なので、まあ、おもむろに、まずは、Web ツールかけましょうという感じになってきますと。これが、前回やった、その、アクセシビリティチェックのツールですね。機械チェックツール、アックスデブツールです。はい。とりあえずパッとかける。はい。106。おぉ。ありますね。で、大概こう、そうなんですね。まあ、いっぱい出るんですけど、大体コントラストなんですよね。要素には十分な色のコントラストがなければなりません。っていうのが71出ていますと。で、はいはいはい。まあ、オレンジ。オレンジ、白はね、やっぱ厳しいんですよね。2.58。はいはい。まあ大体こう色塗って白文字に載せるとまあ大体厳しいっていう。まあ青は大丈夫みたいですね。はい。まあ、こういうのが多分無限に続く感じに。まあ同じコンポーネント使ってりゃそりゃ出るよねっていう感じですね。で、あとその背景色、まあ、背景色敷いてるのかな？これ背景画像があったりすると、判定できなくなるので、まあ、そこは見なきゃいけませんと。まあ、これは多分この文字は別にコントラスト満たしてると思うんでいいんですけど、まあ、そういう要素の、まあ、背景色があると、まあ、一律判定できませんって出ちゃうので、まあ、例えばこの10円からみたいなやつは多分さっきこの青に白でここでアウトになってるので、この色とこれが同じなんであれば、まあ、どっちにしろアウトになるやつかなという感じですね。まあ、そういうところで、ちょっといくつかあるよねっていう感じにはなりますね。はい。なので、まあ、この時点で、コントラスト、どこだったっけな。文字画像、テキストサイズ。あ、ここですね。143。だからこれが、ちょっとこのページにおいてはダメでしたね。と。まあ、こんな感じになると。でも、尾行はこれ書くと、まあ、今書くと、まあ、見つけたもの全部書くことになるので、ちょっと書ききれないんですけども、まあ、例えばこうやって見つけたものを書きますという形になります。で、他に、で言うと、DL 要素は、適切な順序で並べられた DT および DD グループ、スクリプト要素またはテンプレート要素のみを直接含んでなければなりません。多分何かマークアップがあれなんでしょうね、ここ。ちょっと見てみますね。はい。DT ロールボタン。おほー、そういうやつか。これはですね、DL 要素の中に DT 要素が入っているんですけども、ロール属性というやつでボタンに変えてるんですね。で、それをやると、ブラウザはこれはボタン、DT じゃなくてボタンなんだって思うんですよね。で、そうすると、DL 要素の直下にボタンが置かれているってことになるので、文法違反になっちゃう。っていうことが起きていて、そのことを指摘していますと。はい。なので、まあ、ボタン、こう、リンクに、というか、押せるものにしたいので、ボタンにしたいのは合ってるんですけど、それをやるときに、DT を直接ボタンにしてしまうと、まあ、今のような、DL の中にボタンは置けませんよ、みたいなことになってしまうし、まあ、これは、例えばスクリーンリーダーとか、そういう、こう、なんていうんでしょうね。まあ、マークアップが適切であることを前提に動くようなものからすると、ここにこれ入っとるわけないやん、みたいなことで、まあ、うまく動かなくなる可能性とかはあり得るかなと思います。はい。なので、ここの4つが多分全部ボタンになっているので、まあ、ここが、ちょっとできてないですっていうか、その、まあ、これをボタンにする、その DT、DD で DT をボタンに変えるんじゃなくて、ボタンを置いた方がいいかなと。で、そのボタンで、その DD の中、DD が開くみたいに、DT の中にボタンを置くとか、ないしは、まあ、
別の形で実装するとかした方がいいかなというような形になっていますということで、これはなので情報及び関係性っていうやつがこれでバツになりますと。で、情報及び関係性がなぜこれでバツになるのかっていうのを知らないとこれをバツつけられないっていう、なんかこれをなんか今日100回ぐらい言いそうな気がするんですけども、その情報及び関係性っていうやつが、まあ平たく言うとちゃんとその情報と関係性をマークアップしてねっていうことを言ってるんですね。はい。まあ、これでちょっと出すとですね。はい。で、まあ、この情報及び関係性ってやつが、まあ、めちゃくちゃ何でも含んでいて、まあ、まあ、およそだからマークアップしてちゃんと紐付けていなかったら全部この131が引っかかっちゃうやつなので、まあ、割とこれに引っかかってしまう可能性は多いですと。でしかもこれマークアップのこうなんかこう形組み方を全部見ないといけないので、まあ、このテストでもこれがすごい非常に大変で、まあ、今たまたまこれ1個見つかったのでとりあえずそれでバツをつけたわけですけども、まあ、他にもこういう、こう機械がチェックして言ってくれないやつ、例えばその、なんかハンバーガーボタン的なものになっていて、なんか機械ではチェックを素通りしているんだけども、それだとこう関係性、そのマークアップとして適切じゃないよねみたいなのがあったら、それはそれで罰になるみたいな感じなので、なんかここにこう1個見つけて罰をつけるっていうことはそんな大変じゃないんですけども、ここに起きていることを全部見つけて、それをちゃんと、ここに書き記していくコストっていうのは結構高いですと。はい。まあ、なので機械チェックで1個見つかりましたねっていう感じですね。今チャットで DT の直下にボタンでも同じことが起こりましたっていうコメントをいただいてますね。はい、DT の直下、そう、DT、HTML 的にどうなんでしたっけ ?DT の直下にボタンを置けないんだっけ、ちょっとね、すいません。DL の直下に置けないのは間違いないんですけど、DT の中、ってどうなんだったっけ。あ、ちょっと待って、でもこれ HTML 調べ始めるとすごい時間かかっちゃうんです。すごい時間かかる。はい、なんかそう、そうね、まあちょっと後で調べます。確か、まあ、それがアウトなんだとすると普通のテキストしか置けないっていうパターンの要素ってことなんだと思います。はい、ちょっとパッと言えなくてすいません。はい、で次はこのアリアおよびラベルに使用されている ID は1位でなければなりませんっていうのがあって、これはだから ID が重複しているところがあるっていうことなのかなってことなんでしょうね。タイトル、クエスチョン。だからここが多分クエスチョンっていう ID がいくつかあるみたいになってるのかな。これマジで今日初めて見ているので、普通に確認に時間が欲しいって感じになってるんですけど、この中ではない。ID、FAQ コラプス1、FAQ コラプス2。あれ?でも別に1と2になってますね。なんで ?FAQ コラプス3。FQ コラプス4。あれ?別になってる?なんで?なんで怒られてんの?タイトルクエスチョン、ヒドゥン。これなんでや?別にそこじゃないのか。これなんで怒られてんだ?なんで怒られてんだろう?なんか別に怒られる要素なさそうですけどね、これ見てる限りは。これ?アリアラベルドバイがクエスチョンになっていて、
で、DT の中のこっちのスパンの SVG のアリアラベルドバイマークエスチョンになってるの。あ、なるほど。はいはいはい。これなのかな？これなのかな？あ、これか。この SVG の中のタイトルの ID が、クエスチョンっていうのがあるんだけども、それが、1位でなければなりませんっていうことで、この Q の SVG の中の ID が、このページ内で重複してますよって言ってるということですね。なんで、まあ、ID って、1個しかなきゃ、1個だけじゃないとダメなので、それで怒られているのかな。要素の1、要素のソース。そうですね。はい。ドキュメントに同じ ID 属性を持つアリアに参照された複数の要素があります。なるほど。こういうやつでしたと。なかなか、あれですね。これは見ていくの大変ですね。はい。まあ、こういうのがありましたと。で、これも、さっきのも情報及び関係性になるやつですと。情報及び関係性なのかな？ID が重複してるは情報及び関係性じゃないかもね。そうっすね。411?411 か。はい。構文解析。あ、そうですね。HTML 上や、HTML、まあ、この場合 HTML ですけど、HTML 上、その許されてないことをやっているので、構文解析に引っかかっている。っていう感じですかね。はい。でこっちはこう131って書いてあるんですね。なんで情報及び関係性で、こっちは、構文解析に引っかかっていると。どこです。はい。で、次が同じ名前を持つ複数のリンクは同様の目的を持っています。これが、仕事を探すが、ログイン。これが、なんだ？詳しくはこちら。249。249いない。ああ、トリプル A なんだ。はいはいはい。そうですね。これは、まあ、同じラベルのものがこのページ内に何回も出てきているので、ですね、これもちょっと足しながら説明した方がいいな。リンクの目的、リンクのみ。なので、まあ、同じ名前のリンクが複数あるときに、例えば、モア、モア、モアとか、こちら、こちら、こちらみたいなのがあると、区別つかないよねっていう、アクセシビリティ上の、そういうのやめてねって達成基準があるんですね。で、まあ、機械はそれが、こちらなのか、モアなのかとか、そういうのはあんまり気にしないので、このまずは無料で会員登録っていうのがページ内に複数あったら、そういう、こう、同じ名前で、でも違うリンク先みたいな風になってないですかっていうことを言ってきてると。で、この場合実際は一緒なので、一緒なんだと思うので、まあ、それは多分問題ないと思うんですよね。だからこのページ内にこう、このラベルのリンクっていうのがこう複数ある。クラウドワーカーを探すとか、ログインとか、多分下の方にあるんですよね。この辺に。この辺にあるので、そういう、こう、同じラベルのリンクがあるよ、大丈夫なんっていう、いうことを指摘してきているっていう感じで、でもこれはアウトっていうわけではないかなと思います。はい。次が、アリアロールは要素に対して適切でなければありま、いけません。あ、まあ、これはそうですね。ここに、まあ、ロールボタンつけてるのはあかんよっていうのを言っているので、まあ、これは、まあ、さっきのやつと同じですね。はい。で次は見出しのレベルは一つずつ増加させなきゃいけませんと。この H5 っていうのが、多分、ってことは H4 がないんですかね、このページに。ちょっと、その、ないかどうかを確かめるのが、どうやればいいんだっけな。
待ってくださいね。どれかでできるんだけど。これが見出し5。そうね。多分これが H5 なんだけど、この H5 の手前に H4 がいないんでしょうね。この見出しが次がこれが多分サポートサービスの充実なので、これ H2? で多分ここの H5 の近くに、なんか H5 の手前に、やっぱ 2なんですよね。だから、そうですね。飛んでますということで、まあ、ここがまあなんて言うんでしょうね。だから、小さくしたいっていう意図も混ざっちゃって H5 になっちゃっているんだけども、実際のところは、これは多分 H2 なのか、ないしはこの青いエリアに、まあなんかこう、フッター的な見出しをつけて H3 にするとか、するのが正しそうなやつっていうことになるかと思います。はい。なんで、まあ、前回もお話したんですけど、見出しレベルは、スクリーンリーダーで、こう、見出しレベルで、ごとに、こう、飛んでったりとか、で、そのページの構図性を、こう、理解するために、その見出しレベルって必要なので、まあ、正しくなってる必要があるので、まあ、そこを、1ずつ増加させなければなりません、というような感じになってますね。はい。で、次がページのすべてのコンテンツはランドマークに含まれてなければなりません。まあ、これをハイライトして、どこがハイライトされた？まあ、こっから下が、ランドマークからに抜けてるっていうことなのかな？っていうことなんでしょうね。まあ、普通メイン要素とかで、こう、ヘッダーとフッター以外全部くくるみたいなことをすると思うんですけれども、多分そういう構造になってないってことなんですかね。ちょっと見てみようかな。ヘッダーがいるが、その下が div でメイン。メインが、メインの範囲が割と狭い。メイン。あ、ぽいですね。ここまでがメインで、こっから下はなんか、メインじゃなくて、セクションになっている。で、そのランドマーク要素、そのヘッダーとか、フッターとか、メインとか、アサイドとか、その辺のやつに、ページがこう、分かれて、で、それらに全部のコンテンツが入っててくれって言ってるってことなんですね。まあ、なぜかっていうと、そのランドマークに、こう、それぞれジャンプすることをするので、メインに飛ぶとか、ヘッダーに飛ぶとか、フッターに飛ぶとか、したときに、そのランドマークがついてないところには飛べないんですよね。まあ、見出しがあれば見出しで飛ぶことはできるんですけど。なので、なんか、そこに含まれてないコンテンツがありますよってことを、この dev ツールは言ってきているということで、ありますと。で、これ何に引っかかるかっていうと、多分ブロックスキップとかに引っかかるのかな。まあ、それができないから直ちにアウトではないんですよね。見出しが、立っていれば、そこでジャンプできるので、ナビゲーションだから、多分この辺、ブロックスキップとかですね。ここの達成基準に、例えばその、いくつか方法があって、そのランドマークでジャンプできるとか、見出しでジャンプできるとか、あとまあ、最近はあんま見ないけど、昔よくあった、本文へジャンプリンクがあるとか、まあそういったやつが、これでブロックスキップっていう。あると、まあ、達成基準が満たせますよってやつなんですけど、そこが、まあ、メインに含まれてないことによってちょっと危うくなるかもしれないっていう形ですね。みたいなのがちょっとありそうですと。機械チェックの結果はありそうですというところですと。で、まあ、この後に、まあ、少なくともなんかありそうだなっていうのはまあ見えたわけですけども、じゃああとどうするのかっていうと、まあ、今度はこの達成基準ごとにこう関わりそうなチェックをしていくっていうことになります。で、非テキストコンテンツであれば、まあ、画像になっているものにちゃんと大体テキストついてるかみたいなことを見ていく。とか、アイコンになっているところにちゃんと代わりのラベルがついてるかとかを見ていくことになりますと。なので、例えばこれで、イメージで、
これは今の前回紹介したデブツールを見てるんですけども、表示、ディスプレイ、どうだったっけな。なんかイメージなのかな。ディスプレイオルトアトリビュート、これか。はい。これを入れると、オルトが見えます。ということで。そうですね。この辺、まあ、クラウドワークス。オルトが、あ、ここオルトない。ないみたいですね。ちょ、見てみよう。よいしょ。あー、ない。ないですね。ということで、1の1の1は、適合になっちゃいますね。これはどんな仕事も簡単ネット発注、国内シェアナンバーワン570万件っていう、これですね。なんで、このヒーローイメージっていうんですかね、にオルトがない。オルトがないっていうか、オルトが空なので、まあ、内容がちょっと言えてないので、ここはちょっと必要なものがついてなかったねって感じですね。で、あとは、この辺はなんか背景画像なんでしょうね。なんでそれは問題ないですと。そうですね。最短1分で応募が集まります。応募が来るまで最短1分。了解なんか、ここはテキストなんですよね。だから ここの画像にこの最短1分で応募が集まりますとついているが、それはどうなんでしょうね。これ多分オルトなくていいのかな？ここは。なくて良さそうですね。ここでも言ってるので、オルトなくて良さそうですと。で、ここも443万人クラウドワーカーに適正価格で発注は、もうこれ上で言ってるし、この画像を意味しているオルトではなさそうだし、まあ、これ自体は、なんか言う必要がない。もうこれも、まあ、装飾と言っていい画像だと思うんで、多分オルトなくて良い。で、オルト1時間分の業務でも簡単にネット発注。もうこれもちょっとまあ内容と合っていないし、というか、まあ、ここで言っていることをもう一回言っているので、ここも多分オルトなくて良いかな、というふうに思いますと。で、あ、この辺は、はいはい。そうですね。ここはちゃんと入ってますね。なるほど。はいはい、入ってますね。で、ここはオルトが、そうですね。これは、そうですね。ここ、会社の名前が入っているんですが、まあ、運用上こうなっちゃいそうっていうのはなんかわかるんですけど、まあ、この株式会社 POC フィールド様の、お写真とかの方がより良い。書くならその方がより良いかなというふうには思いますね。まあ、これだとなんかこう、それが何の画像かっていうのは多分、このオルトだけだとちょっとわかんないので、まあ、その、インタビューさせていただいた方の写真とかなんかそういう方がより良いというか、まあ、そうした方が良いかなっていうようなところになるかなと思います、ね。で、ここは、そしてここはまあ、ステップ1、ステップ2、ステップ3。はい。良さそう。で、オルトが空。まあ、ここは、そうですね。まあ、なくても、テキストがあるので良さそう。で、ここは、そうですね。これだとちょっとオルトが足りてないかもしれないですね。画像に載っている文字の、まあ、この代表するところだけが載っているので、この辺のこう、依頼方法のご提案とかなんか、この辺も、内容としては必要なんじゃないかなっていう感じがしますね。こっちもそうですね。企画段階から相談しながら依頼できるとかも入って、いると良いかなと思います。はい。みたいな感じですね。なのでちょっと、まあ、非テキストコンテンツは改善の余地ありかなっていうような感じですね。そうですね。オルト周りに関しては結構今、はい、はい、チャットにたくさんいただいておりまして、はい、はいはいはい。ヒロイメージのところはビジュアルヒズン要素でその後に入れてありますと、はい。あ、そうなんですね。おっと、それは失礼しました。なるほどね。
じゃあ、それが単にないわけではない。ちょっとすいません。そこまで細かく見れなかった。ああ、SR オンリー。はいはいはい。ああ、なるほどね。逆にマークアップするために、オルトには入れずにこういうやり方をしてる。あ、失礼しました。むしろ素晴らしいです。ここに関しては、この方が良いと思います。はい。はい。これは私の見落としですと。はい。はい。あと、ちょっと前に、ページ初めて見るときは、はい、デブツールかける前に、はい、ライトハウスで、まずチェックしますっていうコメントもいただきましたね。はい、ああ、井本さん。ああ、なるほどね。スコアが出るからですね。うん。はいはい。はいはいはい。はいはい。そうですね。僕はなんか、そこを、なるほどね。確かにそのやり方の方がいいかもしれないですね。うん。そうですね。アクスデブツールはスコア出ないですからね。うん、はいはい。一見して分からずにありがたき男です。いや、すいません。マジでこの前にチェックしちゃうと、こうなんかライブ感なくなるなと思って、本当に見てないで、今見てるので、見落としててすいません。でも、はい、こういうのって、僕、全然分からない状態で言ってるんですけど、こうやるのが定石、はい、もちろん王道的なものはあるんでしょうけど、はい、でもやっぱり人によって使って先にライトハウス使ってチェックするとか、そういう方法ってのは結構皆さん違うんですね、はいはい。全然違うと思います。チェックツールも違う人もいるだろうし、うん、まあ、順番も俺の思う効率的なやり方っていうのはいろいろあるので、うん、まあ大体機械をやってそれから手でやるぐらいは、まあそうするんだろうなと思うんですけれども、どのツールをどの順番でかけるとかっていうのは、まあちょっと人によって違うかなとは思いますね。はい。はい、ちなみに質問で H1 で全てに押し込むのを避けたかった。オルトじゃなくてビジュアルリヒデン。そうですね。オルトに入れるとこの文章構造が作れないからですね。この、H1 がどんな仕事も簡単ネット発注で、で、国内シェア取引額ユーザー数ナンバーワンっていうのは、まあ、これはその全部 H1 にしたいわけではないからっていうことなんでしょうね。うん。そうですね。なんで、まあ、これが見出しで、ここが中身ですっていうことを、オルトでは できないから。ので、オビジュアルヒデンにして、マークアップができるようにしているっていうことなんだろうなと思います。当たってます。合ってます。はい。はい。そうですね。はい、すいません、ちょっと質問なんですけど、はい、ちょっと複雑な画像みたいなもの、はい、で、その画像の中に文字がこう構造になって入ってるっていうものは、はい、この手法を使ってやるとアクセシブルになるっていうことですか？はいはい、そうですね、なんでこう平らに全部書いちゃってもまあいいかな程度だったら、はい、いいかなと思うんですけど、例えばここの下にあるような、うんうんうん、まあ、これが絶妙なラインですね、多分。これ一応1個に全部入れちゃってもまあいいかなとは思うんですけれども、はい、やっぱりそのスクリーンリーダーとか、その構造を読み上げる、はい、見出しとかリストとか言ってくれる環境においては、こう平らに全部読まれるより、はい、まず見出しがあって、リストがあって、例えばこの、クラウドワークスコンシュルジュってなって、リスト3項目ってなって、依頼方法のご提案、はい、文書の下書き代行、予算相場のご相談無料とかこう言ってくれた方がこう、あ、そういう構造なんだねってことを見なくても、うん、見えなくてもこう分かるというか、はい、はいはい、なのでその方が望ましいんですけれども、ただしこういうのに対してそれを一個ずつやるっていうのも、多分このバナーっていうのはですね、まあそこそこのタイミングで多分入れ替わるわけで、それを毎回マークアップするのもしんどいよねみたいな、はい、その運用のバランスと、うん、の兼ね合いってことになってくるかなと思います。なるほどです、よくわかりました、はい、ありがとうございます。はい、はいはい、なんでオルトの中がマークアップできないっていうところがあるので、そこがまあバランス考えてどっちにするかって感じになりますね。はい、
やっぱ予想通りですけど、チェックはめちゃめちゃ時間使いますね。はい、3時間にしてよかったです。ありがとうございます。はい、まあ、後で質疑もちょっと取りたいとは思っているので、このページの例はちょっとこのぐらいにしますかね。まあ、ちょっと他にもまあだいぶあるわけですけれども、まあ、例えばただこの辺の、まあ、動画、ここに動画ないよねってことで、まあ、これでこの、この辺のキャプションとか、この辺はまあ該当なしにできますね。はい。はい。こんな感じ。で、情報で関係性の後に、まあ、意味のある順序。まあ、これもあの前回のチェックの時にやったと思うんですけど、まあ、この HTML を上から下に見ていった時に、まあ、順番がこう見えてる人がこう読み取っていくであろう順番とそんな違わない、大きく違わない、まあ、そのちゃんと読んでいっておかしくなってないってことであれば大丈夫なので、まあ、本当はこれもちゃんと HTML を一個ずつ見ていくべきだと思うんですけど、まあ、あのすごいトリッキーな実装をして CSS でなんか物を飛ばしたり入れ替えたりとかしない限りは普通に上から下に多分なるので、まあ、大丈夫なんじゃないかなと思うんですけど、あ、でもちょっとこの辺とか怪しいかもしれないな。これちゃんと縦の列になってるのかっていうのとかはありますね。あ、なってますね。はいはい。あ、素晴らしい。これ横に置いちゃうことあり得るんですよね。そうするとこれ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 ってなるので、その関係性的にはこうなんか横のラインになっちゃうんですよね。これ見えてるからこれがこう縦の列で、この事務作業の発注っていうことについての話なんだなって分かるわけですけど、こう横組みにしちゃった時にはこの3つの順になってるってことを覚えておかないとその順というふうには読み取れないなと思ったんですけど、これはちゃんと縦に並べた上で、まあ、それを横に並べている。まあ、列を作った上で横に並べているので、ちゃんとこの見出しに対する内容になってるよねって感じになってるので、良さそうだなっていうのを思いました。はい、こういうのが結構この意味のある順序ってやつに引っかかりがちなものかなと思います。はい。で、ちょっとなんで、こういう感じで、ちょっと、まだわかんないんで、ちょっとあれします。感覚的な特徴はないかな。感覚的な特徴は、まあ、色だけで指示してるとか、丸いボタンを押してくださいとか、そういう、こう、視覚的に、わかんないと、指示がわかんないようなものがあったりとか、なんだろう。まあ、色が、分かりにくい人からすると何言ってるか分かんないみたいなのがないっていうことを言ってますと。で、これも、これはなんかまあざっと見た感じないんで多分丸。で、表示の向き。表示の向きは、まあ、スマホで見たときに横にしても縦にしても大丈夫ってやつなんですけど、このサイトですね、スマホで見るとスマホバージョンが表示される感じで、多分ソースがこれ、同じものでレスポンシブしてるんじゃなくて、ページが違う感じなのかな。ちょっと実装詳しく見てないんで分かんないんですけど。まあ、なんかそういう時はちょっと別のものとしてチェックしなきゃいけないんですよね。で、まあ仮に今スマホで手元で、まあ、横にしてみると、まあ、別に問題ないので多分問題ないと思います。はい。はい。まるで。入力目的の特定。これね。これがね、ちょっと説明がややこしいんですよね。よいしょ。まあ、入力フィールドが、ユーザーインターフェース、これまあだから、まあ、ちゃんなんかこう、なんか短く説明できないな、これ。フォーム、
うん、まあ、タイプ属性ちゃんとつけるとか、オートコンプリートとかをちゃんとつけるとか、まあ、そういったことを言っているわけなんですけれども、まあ、ここにおいてそもそも多分入力がないかな。ここの段階ではないですよね。大抵こういうページってなんか検索があるんですけど、今んとこフォームがないから、多分これ該当しないですね。はい。で、141、色の仕様。まあ、これは色を使っ、まあ、さっき言っちゃったか、色を使っているんだけども、色が分かんなくても大丈夫なようにしてくださいってやつで、これは多分問題ないはずですと。はい、で音声の制御。これは音声を出すやつがないので該当しない。テキストのサイズ変更。文字画像。テキストのサイズ変更は、まあ、ブラウザズームできればいいので、はい。できますね。はい。ので、OK ですと。で、文字画像があるときにどうなんだっていう、ちょっとうろ覚えだな。ちょっと引きますね。文字画像、カスタマイズ画像、必要不可欠。使用している技術で意図した視覚的表現から、文字画像ではなくテキストが情報伝達。次の、まあ、必要不可欠っていうと大体そうなっちゃうんですけど、まあ、なるべくこう、テキストで示してねっていうわけなんですよね。なんですけど、まあ、これは必要不可欠なんじゃないか、みたいな。なんかその、そうですね。特定のページが伝えようとする情報が必要不可欠である場合は、除くってなってるので、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、普通になんか全部の見出しを画像化、テキストにしているとかはやめてねみたいなことなんですよね。なんでここはまあ必要なところにだけ画像か文字を使っているように見受けられる、まあ、この辺とかもちゃんとテキストになっているので、まあ、一旦いいんじゃないかっていう感じですね。まあちゃんとやるときはもうちょっとこう複数人で議論したりすると思うんですけど、まあ、一旦大丈夫なんじゃないかと思いますと。はい。でリフローしますかというところで、まあ、これもリフローもまあちょっと条件があるんですけども、すごく雑に、とりあえず縮めてみると、はい、リフローした。はい。リフローするが、ここはそうではない。うん、まあ、スマホ表示は別のものを出してるって感じなんでしょうね、多分。なんで、この辺までって感じ。で、まあ、リフローはちょっと今詳しく調べられないんですけど、まあ、何かける何ピクセルぐらいまで行っても大丈夫みたいなやつがあるんで、ここはちょっと測ってみないと分かんないんで保留します。リフローはしているが、これで条件を満たしているかっていうのが、ちょっと分かんない。今分かんないですと。はい。で、これ、このままやっていくと、これだけで終わりそうだな。非テキストのコントラスト。これはですね、テキストじゃない図版とか、あとフォームの枠とかですね。で、コントラストが3対1以上になっててくださいってやつなんですよね。で、まあ、ここでは、まあ、さっきのその文字のとこで結構いろいろ引っかかってはいるが、そうではなくてこう意味を伝えてる画像っていうのは、まあ、ないんですよね。まあ、例えばこれが本当にちゃんとこう分かんなきゃいけないグラフだったとして、その時に、ちゃんとこれとこれの区切り線がこう3対1以上になってるかみたいなのがないと、まあ、ここの区切り分かんなくなるよねみたいなのがあるわけですけど、まあ、これは今回飾りなんで問題ない。まあ、例えばだからこういうやつですよね。ここのところが線がこうちゃんと3対1以上
ないと、これがボタンだって分かんないっていうのとか、まあ、そういうのがありますと。なんで、これは若干怪しいが、まあ、でも黒っぽいから多分大丈夫なんじゃないかな。どうなんだろうか。こっちで開いちゃった。失礼、こっちではない、こっち。よいしょ。の、ボーダーカラーなのかな、これ。あ、これ。これ。はいはいはい。あ、なんか突然 RGB 表示になった。なんで？これが。お、なんで？X、あれ、あっちの数字が欲しいんだけどな。これはでも、まあちょっと厳しいかもしれないですかね。なんで表示が変わるの？ちょっと測れないな。すいません。こっちか、これか。これですよね、多分。これと同じだと思うんだけど、まあこれをちょっとコントラストチェッカーに突っ込んでみると、1.54 なのでダメっぽいみたいなことになるので、これはちょっと薄すぎるかもしれないですね。まあ、他のボタンは大体色がついてるけど、ここはちょっと薄すぎるかもしれないですということで、これがちょっとボタンが薄いですねみたいな感じになる。白背景ボタンはデザインでカバーできなかったので、ホバーでカーソルを押して押せるのを伝えているのか、そういうところもデザインのコントラスト比を上げるべきなんでしょうか。そうですね。ホバーできるものと分かっていれば、カーソルが合うから分かると思うんですけれども、めちゃくちゃ拡大している人で、ここの区切りが分かんないと、そもそもこれが多分押せるものと認識できるかどうか分かんないので、まあ普通にポンって置いてあるテキストと思って別に押しに行かない可能性があるかなと思いますので、まあもちろんそのホバーでカーソルを出すとか色を変えるとかっていうのはあると思うんですけれども、何もしない時でもそれがはっきりわかるっていうふうにはする必要があるんじゃないかなというのが、まあ、僕の見解ですと。はい。ので、まあやっぱ薄いとそれがそれでそのボタンであるとかなんかその対象物であるって認識できないっていう可能性があることを解決するためにコントラスト上げてほしいですって言ってるっていう感じなんですよね。まあなんで見えない人からする、見えにくい人からするとこっち側のものに見える。これはボタンって書いてるからお前ボタンやろってわかるわけですけど、まあそうではないなんかこうテキストだったらボタンと思わないかもしれないっていうことになる可能性があるかなと思います。はい。で、4.2。テキストの感覚。テキストの感覚はな、これは、これもまあ AA なんですけど、テキストの感覚はこれをこういうブラウザで設定にしてもまあ大丈夫みたいな。やつなんで、あんま気にしなくていいかな。はい、ま。スタイルを変更できるマークアップを用いて実装されているコンテンツ、まあ、HTML と CSS で作っているコンテンツにおいては、以下のすべてのを設定し、スタイルプロパティを変更しないことによって、まあ、この設定を自分でこう、例えばユーザースタイルとかで設定しても、ページがおかしくならないようにしてくれって言ってるってことなんですよね。なので、これを前のチェックの時のやつをこう押すと、まあ、これ今カスタム CSS 当たりましたという状態で、まあ、ラインハイトとか上がったり、この文字間が広がったりしてるんですけど、別におかしくなってないですと。はい。まあ、若干その、こう、ちょっとダウン落ちとかしてますけど、別に見れなくなってないので、まあ、これはこれで OK でしょうと。頑張ったら終わるのかな143。まあ、ホバーまたフォーカスで表示されるコンテンツ。あ、これね。これはホバーしたコンテンツ、マウスオーバーし
って出るコンテンツにそのままマウス持ってっても消えないでくださいとか、あとそのホバーしたコンテンツはエスケープで消せるようにしてくださいとかってやつなんですね。で、それはあの、なんだろう、まあ、よくあるのがその、なんかこう、ハテナマークがあるとするじゃないですか。で、そこにこうマウスオーバーすると吹き出しが出ると。で、その吹き出しにを見ようとしてこう、マウスカーソルを持っていくと吹き出しは消えるっていう。なぜなら、その、ハテナマークとその吹き出しの間に5ピクセルぐらいの空きがあるからっていうのってたまにあるじゃないですか。で、あれはやめてくれっていう、ね。ないやつですね。そうそう。あれはなんでかっていうと、その、画面をすごく拡大している人は、そのマウスカーソルに追従して、こう、読むところをこう見てるんですよね。で、その時に、あ、なんか出たぞって、吹き出し出たぞって思って、吹き出しに持っていこうとすると、吹き出しは消えるっていうことで、で、またハテナにこうマウスオーバーすると、吹き出しは出るんだけど、で、また見に行こうと消えるってことで、絶対見れないみたいになるので、まあ、そういうのやめてくれっていうのとか、あと、そのマウスオーバーした時になんか出るやつってあるじゃないですか。グロナビとかで、ギョロッと。で、あれが、ただ意図せず出ちゃう時があって、下のものを読みたいのになんか出ちゃって隠れちゃうって時があるんですよ。で、その時に、でもマウスを外すと、今度は下のものを見たいところの領域から外れちゃうわけじゃないですか。だから、その出たものがこう出ないよ、そのマウスカーソルの位置はそのままに 出るっていう、あの消すってことができないと、下のものを絶対読めないってなるので、まあ、そういうような、ホバーで何かやるときは制御してくれっていうことを言っていて、ただここには多分ホバーで何か出るやつがなさそうなので、多分大丈夫ですと。なんか説明がね、すごい長くなっちゃうんですけど、まあ、そういうのって。ちなみに残り30分を切りましてですね。はい、やっぱそうなりますよね。この3時間取ってもそうなっちゃうのか。はいはい。対策ですね、これはね。ちょっと質疑いけないと、また時間切れになっちゃうと思うんで、まあ、まあ、なんでしょうね。ただ、試験ってどうするのかっていうのは、見て、ちょっと分かっていただけたかなと思います。まあ、こういう感じで、やってることは結局、その前回のチェックリストによるチェックと変わんないんですよね。なんですけども、まあ、その達成基準に対して、チェックするっていうのが、前のそのチェックリストのこうなってますかで、こうなってるかなってないかで OK っていうのじゃなくて、この達成基準に対して OK かどうかっていうのを考えていくっていうのが、この実際の試験の違いですというところで、であとはまあそのシートをこういうふうに作ってページごとにチェックしていくわけなんですけれども、まあ、本来はですね、こういうふうなやり方は、まあ、一歩ずつ上から下に行って、次のページも一歩ずつ上から下に行ってっていうには、まあ、あんまりしないです。例えば、コントラストだけを、まず、こう、40ページバーって見るみたいなことをするとか、まあ、キーボード操作できるっていうのをまず40ページバーっと見るとかして、で、そのキーボード操作に当たるやつ、この辺だっけ、まあ、キーボードとかですよね。211キーボードとかを、全ページにわたって大丈夫だったらそこは全部も丸バーってつけるとか、なのでこう横を見ていくみたいな、これで言うとその行で見ていくっていうか、行に対してページを見ていくみたいなやり方を取ることが多いです。で、それをやると分担ができるんですね。じゃあ何々さんキーボードで操作できるかどうか全部見てって言っては私まずコントラスト見るからみたいなことでやると割と早く終わる。逆にこう1ページずつに対してこう1個ずつ見ていく観点を切り替えてまた新しく見てっていうのをやると、まあ、結構その切り替えのオーバーヘッドが出るので、そういうこの行に対してこうページを切り替えて見ていくっていうやり方を割と取ることが多いかなと思います。はい。なので、まあ、そんな風にやってこれらが全部埋まると、このレポートっていうものにこう結果をこうまとめることができるというような感じで、まあ、最後にこの集計っていうのがあるので、今ちょっとやらないですけど、それをやると、結果が集計される。集計シートができるっていうような感じになっているので、まあ、このコブチャを使いつつやっていくと、はかどると思うんですけど、はかどったとしてもなお試験は結構大変ですっていう、ことになるかなと思います。ただまあ今喋りながらやってるからあれなんで、喋らないでやったら、30分とかで、1ページあたり30分とかで多分できるかなとは思います。はい。
そうですね、ツイッターで、そうですね、説明せずにガンガン進めたらもっといける、そうですね、黙ってやったら30分とかでいけます。はい、まあ、こういうトップページとか結構要素多いんであれですけど、そういう この、まあ、今回ちょっとやろうと思ってできなかったから、ちょっと後でやって結果を中の人にお伝えしようかなと思うんですけど、こういうのとかは出ると若干ホッとしますね。あ、なんかすぐ終わりそうっていうことでなんですけど、まあ、こういうフォームとかはでも、まあ、結構要注意だったりしますね。実際こう触ってみないと、なんかエラーメッセージ出してみたらそれがアクセシブルじゃないとか、まあ、そういうこともあり得るので、まあ、こういうなんか入力系とかはちょっと、まあ、そういう別の方向の手間がかかるんですけど、そういう、まあ、たくさん要素があるときよりはちょっといいかなっていう感じですね。 4.1K 見たかった。 4.1K、この達成基準を指定して見たかったって言ってくる人、完全にこうね、分かっている方だと思うんですけれども4.1K っていうのが構文解析とか、ネームロールおよびバリューとか、ステータスメッセージ、この、そうですね、ネームロール、バリューとかですね、まあ、このフォームがちゃんとその、正しいフォームとして作られているかとか、あとはその、なんでしょうね、そのウェイアリアっていうさっきのやつを使って、ロールを指定する、まあ、つまり役割を指定したり、まあ、その、状態を指定したりしているものがちゃんとした伝え方になってるかっていうやつなんですけど、まあ、それは結構そういったこうウィジェット的な込み入った実装してるやつがちゃんとなってるかを見るときに、この観点を見ることになるので、まあ、今回ちょっと見ていく範囲に、すみません、僕が先にそれが出そうなページが分かっていたら、ここがなんかこう見た方が良さそうなやつを指定できたと思うんですけど、今日ちょっと事前に確認してなかったので、そこをテストできないかもという状況です。すいません。いえいえ、ですね、今ちょっと見たらですね、はい、今スライドにまだ質問2つしかいただいてないんですね。はいはいはい。なので、まあ、2つだったら多分5分ぐらいあればいけるかなと思うんですけど、ここで一旦終わりにして、はいはい、例えば3分ぐらい休憩を取って、はい、質問、スライドに質問どんどん入力していただいて、それで最後質疑をするか、はいはい、それともこのままもうちょっとチェックをやって、まあ、最後に、まあ、スライド、まあ、5分から10分ぐらいだけ時間を取って、そこで質疑をちょっと受けると、はいはい、どちらがいいでしょう。そうですね、じゃあログインやりますか。というのはですね、中の人がここは頑張って新しくしたからチェックしてほしいですって言ってたのが、ログインとサインアップだったかなと思うんで、うんうん、ちょっとページを変えて、ログイン見てみますか。はい、なので、まあ、スライドゥは幸い、幸いなんかちょっと分からないですけど、少ないということなので、ここ見てみますか。了解です。はい。さっきちょっと聞いたことやってみますか。ああ、ログインページは8月初旬に新デザインリリースされたばかりってことですね。おっとっと、失礼。本当にデザイン変わったばっかりなんですね。全部にチェック入れちゃってた。今度はじゃあさっき教えていただいたやつで、あ、なんか怒られてるな。ちょっと一回消そう。いや、ライトハウス一回かけてみようかなと思ったんですけど、あれ ?Can only audit HTTP Chrome Extension Navigator。なんかできないって言ってますね。ちょっとやめよう。で、じゃあログインをやっていこうと思うわけですけども、そして1回デブツールかけますと、おめでとうございます、ゼロ。おお、すごい、ね、クノファイスの人がめっちゃ走ってるっていう。すごい。これ初めて見ました、ね。なるほど。これはちょっと期待が持てますね。で、まあ、まあ結局上からやるんですけど、ただここは、あれ、あ、そうなの、
SVG なんだ。なるほど。はいはいはい。でもラベルどこに入ってんだ？あ、タイトルに入ってるんですね。はいはい。で、ログイン。はいはい、さっき H1 で H2 で、ああ、まあそうですね。さっき飛んでるって怒られてないもんね。はいはい。まあ、ここはだからこれ、まあ、これは OK で、で、この辺なし、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 情報より関係性、ちょっと待って。だんだん本当にやるときの気持ちになってきちゃってて、こう、あんまりこう、喋りがプレゼンじゃなくなってる気がするんですけど。ちなみに、ライトハウスのアクセシビリティも 100だったそうです。お、素晴らしいですね。で、まあ、この辺がちゃんとラベルがついていて、まあ、まず H2 あったよね。で、ラベルついてて、で、ここを押してちゃんと、あ、中入りますね。あ、大丈夫ですね。ちゃんと、このラベル要素で、ラベルとインプットが紐付けられているので、大丈夫そうですね。ここは大丈夫で、ログインも、まあ、普通にボタンになってるよね。っていう感じで、キーボードフォーカス、まあ、大丈夫ですね。ちゃんと出ますね。はい。あ、この辺も大丈夫ですね。はい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 。問題なさそう。この Facebook の、この Facebook のところのアイコンとかをなんか無駄に読み上げちゃうとかが割とありがちなんですけど、アリアヒドゥンついてますね。えらい。素晴らしい。問題ないですね。このアリアヒドゥンっていうのがついてると、この SVG 読み上げないってことなんですね。なので、ここでもうテキストで言ってるから、こいつは無視するよってことでの指定が入ってるので、大丈夫。大丈夫そうに見える。で、メールのアドレスを間違ってみる、パスワードなんか脆弱なやつにしてみる。おお、なるほど。はいはいはい。メールアドレスまたはパスワードが正しくありません。サーバーサイドでダメですよって言ってくるって感じですね。なんでこの場合は、あ、なんか、ここにエラーメッセージが入るんだ。なるほど。そうなんだ。このエラーメッセージ、メールアドレスまたはパスワードが正しくありませんページに飛んでるんだ。これ削るとどうなった？あ、なんかここなぜかいじれちゃうの。まあちょっと、なんかアクセシビリティ関係ないですけど、なんか若干な、こう、ここに渡しているものがここに出てるんだなっていう。のがなんか分かったんですけど、まあ、それはいいとして。そうですね。こう、サーバーサイドでページをリフレッシュしてエラーを出してるんであれば、このエラーは多分伝わるかな。まあ、ページがリロードされたっていうことは分かって、この H1、H2 でここに来てるから、まあ、あれって思って、このエラーメッセージを見て、ああ、ダメだったんだねって思うので、多分大丈夫かな。で、多分これメールアドレスまたはパスワードが正しくありませんだから、多分これ以外のエラーメッセージないんですよね。どっちかだけ間違ってますとか言ってこないから、多分これで問題ない。まあ、これもちゃんといけますね。ここも普通のチェックボックスになってるのかな。SVG のやつで、インプットがあって、はいはい。インプットはディスプレイなんしてないから大丈夫ですね。あ、このよくあるのがですね、こういう見た目上おしゃれなチェックボックスにしていて、で、それは実は別の要素でそれは作っていて、で、インプット要素は後ろに隠してあるっていう実装がよくあるんですね。なんですけど、そこでその後ろに隠してあるチェックボックスをディスプレイナンしてしまうと、スクリーンリーダーで読み上げなくなるっていうことが起きるんですね。ディスプレイナンはこう要素を消失させる指定なので。なんですけど、これは裏に置いてるやつは、見た目には見えなくなってるけど、いるんですよね。この、すごくちっちゃく
して見えないような感じにしているして、まあ、これがビジュアリーヒルンってやつなんですけど、しているので、あのスクリーンリーダーでも多分大丈夫なんだと思うんですけど、この環境でスクリーンリーダーで立ち上げてちゃんと聞こえるかな。あのズームしながらスクリーンリーダーやるとね、めちゃくちゃ重くなるんですけど、うまく動いてくれようっていう感じですね。聞こえてます？ボイス聞こえてます？本文。お、今本文って読み上げましたね。クローム使用中。はいはい、使用中。使用中。使用中。ちょっと待ってね。こっちこっちこっち。重たいな。ああ、いやログを選択中。何もす。コメントを解決済みにアプリケーション、ドキュメント、入力内容に問題があります。グループ本文。見出しレベル1、クラウドワークス。見出しレベル2、ログイン。入力内容に問題があります。グループ。現在、グループ内にいます。見出しレベル3、入力内容に問題があります。メールアドレスパスワードが正しくありません。あ、隠し文字、現在テキスト要素上にいます、はいはいはい、終わり。メールアドレス、メールアドレス、テキストを編集、パスワード、パスワード保護されたテキストを編集、ログインボタン、ログイン状態を保存する、30日間チェックされている、チェックボックス、画像の説明がない場合に取得するに、ログイン状態を保存する、30日間リンク、パスワードをお忘れですか。見出しレベル3、他のアカウントでログイン。リスト3項目。現在、ボタン上にいます。このボタンをクリックするには、コントロールオプションスペースを押します。Facebook でログイン。ボタン。Yahoo Japan ID でログイン。ボタン 3-2。Google でログイン。ボタン 3-3。リストの終わり。閲覧済み。リンク。新しくアカウントを作成する。Chrome の新しいウィンドウ。現在、リンク上に、アプリケー、ボイスオーバーオフ。問題ないですね。はい。のでざっと見問題ないんじゃないでしょうか。はい、ということで、これがあって情報で関係性が丸なんですよね。なんかこうめちゃくちゃなので、まあまあ相当ここ丸にするのだいぶ大変なんですけど、これは読み上げた感じ何かを言ってないとか伝わってないとかで、マークアップおかしいとかもないですね、うん。エラービジュアリーヒルン、あ、こう入力内容に問題があります。まあ、そうですね、これはここの領域にエラーが出ているってことは見た目には分かるわけですけど、唐突にメールアドレスおよびパスワードが正しくありませんって言われると、何を言っているのかってことになるので、先に入力内容に問題がありますっていう見出しが入っているんだけども、それはスクリーンリーダーにしか読まれないようにしてる、見えないようにしてるっていうことで、まあ、見えてるときに得られるこの構造と、同じような形になるように補足を入れてくれてるっていう感じなんですね。はいはい。いや、なんで非常によくできてるじゃないかなというふうに思います。はい。で意味ある順序も OK ですよね。感覚的な特徴ない、問題ないですね。表示の向き、あ、試してないけど、試すべきか。ログイン、まあ、絶対大丈夫だと思うんですけど、一応横にします。はい、大丈夫ですね。はい。OK。で、入力目的の特定、これは大丈夫ですね。パスワード欄、パスワードになっている。色の使用、まあ、問題ないですと。はい。音声の制御、該当なし。コントラストもさっき怒られなかったから大丈夫ですね。ここテキストしかない。そうですね。この青も多分大丈夫なんですよね。一応見とくか。よいしょ。あ、7.56 大丈夫ですね。はい。テキストのサイズ変更、まあ、試してないけど、ズームはできないはずないんで大丈夫だと思います。文字画像は、まあ、ロゴだからこれ問題ないですね。だから該当なし。リフローいるのこれ。リフローいらないよね。
十分に狭いので、多分リフローする必要がないですね。はい。まあ、でもまあ、問題ないでしょうと。エコスクロールが出ない。非テキストのコントラスト。ああ、非テキストのコントラストがどうなのか、か。ここね。ここね。ここの、これか。これ。これね。これか。これがちょっと引っかかっちゃうかも。1.43。ここがやっぱりそうですね。厳密にやっぱりガイドライン的に見ると、ここはちょっと足りないよねってなっちゃうな。惜しい。惜しいですね。まあ、わかるやろって言われたらわかるとは思うんですけどね。ここはレイアウト的に。ただ厳密にそこを言うと、やっぱり×ではある。なんで、惜しい。テキストの感覚。はい、問題ない。ですね。はい。よいしょ。はい。他のボタンのボーダーからのコントラストで直感が告げました。あ、そうですね。直感あたりですね。はい。オーバーはここにはない。オーバーで何か出るはない。ないので。まあ、該当なしのか、これは。はい。キーボード OK だった。キーボードトラップはありません。文字キーのショーカットはここは多分ないでしょう。タイミング調整かな、これ該当なしですね。まあ、なんか動いてるやつのタイミング止めてくれみたいな。一時停止とか該当なし。旋回か旋行ありません。ブロックスキップ。ブロックスキップね。まあ、見出しあるからな。すいません。もはや独り言になってますね、ほとんど。メイン変要素があるっていうか、ここは多分メインしかないんですよね。だからこれがあって、まあ、見出しがついているので、まあ、私はこれを OK にしますと。はい。ページタイトルは、さっきヌルだったけど、まあ、ログインクラウドワークスになってるので OK。フォーカス順序は、まあ、さっき見て OK です。リンクの目的、コンテキスト内。まあ、そうですね。リンクラベルは、まあ、そもそもユニークになってるので OK です。複数の手段。複数の手段は、こう、複数の手段、ログインページに複数の手段で来れてくれってやつは、まあ、そもそもヘッダーとフッターにさっきあったわけなんで、まあ、大丈夫でしょう。フッターのサイトマップで見出し及びラベル。まあ、これはちゃんとした見出しがついてますね。で、大丈夫。フォーカスの可視化は出てます。大丈夫。ポインターのジェスチャーは、ポインターのジェスチャーに、まあ、このポインターのジェスチャーっていうのはさっき言ってなかったですね。ジェスチャーだけでしか操作できないのやめてくださいっていうやつですね。なので、まあ、ここはそもそもそういうやつないので大丈夫。ポインターのキャンセル。まあ、これも大丈夫。ポインターのキャンセルっていうのは押したと思いきや押してないよってやつ。これを押すんだけど、こう外して離すと押してないってやつができてれば OK。で普通に作るとまあそうなるんで問題ない。で、ネームのラベル。これがまあちょっとわかりにくいんですけど、まあ、このアクセシブルネームってやつがちゃんとついていてくれというやつなんですけど、まあ、ここはさっきの読み上げの結果からするとちゃんとついているはず。そうですね。ここのアクセシビリティって見れるんですけど、ああ、ちゃんとついてますね。はいはいはい。はい。はいはいはい、ちゃんとついてますね。ついてますね。リストアイテムフォームあついてますね。大丈夫です、ね。はい。で動きによる起動はない。今54分を回りましてですね。残り6分となっておりまして、はい。で質問が今見たところ4つ来てましてですね。どうしましょう。じゃあ、あと1分でこれ
埋めます。動きによる起動ないです。ちょっとまあここで終わると、あの見守ってる人的にですよ、ね、消化不良になると思うんで、Lang.ja ついてますね。はい、あのこれ、ページの言語がちゃんとついてますってやつですね。で、一部の言語はここないと思うので、ない。フォーカス時、フォーカス時に何か起きちゃう。これは起きてないです。入力時に何か起きる。これも入力しただけで何も起きなかったので問題ないです。一貫したナビゲーション。これ一貫したナビゲーション、これ該当しないでしょうね。これ一貫したナビゲーションっていうのは、その、どのページでも同じようにヘッダーとかが出てくれってやつなんで、ここは該当しないやつだと思います。ログインなんで。一貫した識別性も、ここでは多分関係ない。まあ、ここだけでやるものしかないからない。で、エラーの特定はエラーの特定さっきできてた。まあ、メールアドレスまたはパスワードが正しくありませんだから、まあ、ここに出ているものどっちかが正しくないと言ってるので、まあ、ある意味できている。ラベルまたはさっきできている。エラー時修正の提案。まあ、これは、ここの入力欄が正しくありません以上のことを言えない。こういうふうに直してくださいとは言えないやつなんで、しょうがないかなと。で、エラー回避は、ここは確認画面とか出す画面じゃないので大丈夫。構文解析は、まあ、MAX では起こられなかったので大丈夫。ネーム、ロール、バリューは、そうっすね。まあ、ここは普通に、うん、そうですね、まあ、さっきアクセシビリティツリー見た感じだと大丈夫だったので大丈夫でしょう。で、最後、ステータスメッセージ。ステータスメッセージは、これは、まあ、これがここに当たるんだろうけど、ちょっと野道さんだけ定義見ようかな。もはや後半のなんかすいません、満足、このセッションの満足度が全く読めなくて、なんか、ただ本当に普通にチェックしてるだけになってます。そうですよね。なんかアクションした結果のメッセージが提供されて、コンセクションに配信された。まあ、これ OK ですね。だから、まあ、ページがリロードされるので、この場合、直接のメッセージを伝えてるわけではない感じになる気がするが、だから該当なしですね。まあ、チェック結果こうですね。ほとんど丸が該当なしで、フォームとボタンの枠だけが、枠の線の色だけがちょっと足りないねっていう感じでした。はい。ありがとうございます。はい、すいません。こんな感じで試験ってやります。で、最後に、こう、なんか、締めの挨拶みたいなのテキスト書いてはいるんですけど、どうしようかな。まあ、一旦質疑いきますか。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、今58分なんで、ちょっと11時は過ぎてしまいそうなんですけど、はい、ちょっとではダッシュで、もろもろやりましょう。はい、はい、まとめただ何もないといけないので、はい、スライドの質問を受けた後にですね、はい、簡単にまとめもちょっとお話しいただきたいと思います。はい、はい、じゃあ上からいきましょう。見出しレベル、ページによって構造が違うものに対して各ページ共通のパーツを配置したいとき、ページによってマークアップを変える必要がある、はい、変えないと達成できないのでしょうか。変えないと達成できないんです。だからこれがデザインシステムとかコンポーネントをやっているときにもううーってなるやつですね。だからそうなんです。ページの構造によって見出しレベルを変えないと、例えば2から4に飛んじゃうとかになって、それなんでってなっちゃうので、それはその通りです。なるほど、はい。さっきみたいなことが起きてしまうということなんですね。はい、その通りです。はい。なるほど。承知しました、はい。頑張りましょう。ありがとうございます。はい、次行きます。はいはい、この試験をするのに実際にやっていただいたくらい時間がかかるとして、
サイト全部するのにどれくらいかかるものだという感覚はありますか、はい、丸1日これをやってたら疲れませんか。いや、まあ、疲れるんですけど、おお、こう来るかみたいな面白さがあるんで、僕は割と楽しいですっていうのは個人的な感想がまずあって、でそれとは別に、サイト全部チェックする、そうですね、僕が、まあ、この時間はかかんないです。だから、黙ってやったらもっと短く済むので、それでサイト全部、まあ、例えばその最近やったのは、100画面ぐらいあるような、なんかこう、アプリケーション。でまあ、比較的共通するようなパーツが多いようなあのサイウェブアプリケーション100画面ぐらいやって、まあ、丸2日ぐらいでできていますという感じですかね。なんでやっていくとだんだんあのなんか分かってくるんですよね。そのあの達成基準もなんか覚えちゃうし、あのなんかこの辺まずそうだなっていうことなんかこうなんか感じるんですよね。なので、まあ、それでそこから見ていくとかしていけるようになってくるとだんだん短くなっていきます。はい、なので、サイトっていうもの次第ですけど、あのいわゆるそのコーポレートサイトとかっていうようなものであれば、まあ、丸1日とか丸2日とかで、おおむね見終えて、ただあの、まあニュースのページ、500ページとかあるんだけどみたいなやつとかは、まあ、当然、その一部をピックしてみるとかにすることによって、うん、まあ、丸1日、丸2日とかでやれるかなという感触はありますね。はい、ありがとうございます。はい。はい、じゃあ次行きます。はい、はい、ストロング要素はスクリーンリーダーでサポートされていないですが、スクリーンリーダーでも伝わる強調表現は何かありますか？これね、難しいですよね。まあだから、ストロングにしようが、CSS で太字にしようが、まあ当然スクリーンリーダーには伝わらないので、うん、まあ、普通にテキスト表現として強調に使われるようなもの、まあ、カッコ書きするとか、墨付きカッコするとか、まあ、そういうものであれば、その記号が読み上げるので、まあ、そういう文章としての強調表現をするっていうことによって伝わるっていうのはあるかなとは思いますね。はい。なるほど、なるほど。はい。ありがとうございます。アリアラベル重要。うん、そういうやり方もありますね。あとはその、まあ、画像、まあ、そうですね、そういうものをつけるとか、まあ、画像を置いて、でその画像は見えてる人にとってもまあ重要だと示していそうで、でそれに対してオルトで重要ってつけるとか、まあ、そういう手もあるかもしれないですね。だ単純にこう文章中の一部をこう太字にするような典型的なストロング表現を、何も加えないでスクリーンリーダーに伝わるようにするのはちょっと難しくて、なんか置く必要があるって感じですね。はい、ありがとうございます。はい。はい、次行きます。はい、SPA でハイブリッドアプリを作る仕事をしています。Angular と Ionic、はい。通常のウェブアクセシビリティ対応で広く言われているノウハウ通りだとうまくいかない部分もあり、試行錯誤中です。ふわっとした質問になる恐縮なのですが、SPA でどうアクセシビリティ対応したのかなどの知見があればお聞きしてみたいです。はい。SPA と SPA じゃないのの大きな差は、ページ遷移するかしないかですよね。うん、なので、そのまま作ると、例えばそのスクリーンリーダーとかで画面が切り替わったことに気づかないとかになるので、まあ、よくあるのはですね、そのページ、画面切り替わったら見出しレベル1、まあ、最上位見出しにフォーカスを移してあげるとかする。そうすると、その、まあ、大体最上位の見出しって、そのページタイトルと同義なので、まあ、そこにフォーカスが移ると、そこを読み上げてくれる。ので画面が切り替わったことが分かるとか、まあ、そういうような、なんて言うんでしょうね、まあ、SPA はほとんどその1画面の中でこう切り替わったりとか、状態変化していくので、まあ、それをまずこう、そういうフォーカス管理をしてあげることで、その状況が担ってるよってことが伝わるようにしてあげるっていうのとかが、まず分かりやすい例だとあるかなとは思いますね。なので、ちょっとそれ以上はそうどういうアプリケーションかをちょっと見ないと。わかんないんですけども、まあ、その辺は割と SPA あるあるな例かなというふうに思います。なるほど。はい。はい、ありがとうございます。ですね、最後に質問を2つ残っておりまして。はい。はい。1つ目、チャット欄で DLDT ボタンで、ある手に送られたという話をしたものです。DL ロール、はい、タブリスト、
DT、ボタン、タイプ、ボタン、ロール、タブ、プラス、ボタン閉じの、閉じ DT、これで再現されました。何を間違えてしまったのでしょうか。あ、まあ、なんでこれボタンにロールタブをつけると、こう、まあ、ボタンのロールじゃなくなっちゃう、ので、まあ、そこで怒られる。まあ、つまり DL ロールタブリストにして、ボタンロールタブにすると、まあ、多分それは、そうですね。まあ、元のロールを潰している状態、かつ、タブリストの中にタブがあるっていうロールにおいては OK なんだけども、そのボタンっていうのをロールタブにしちゃっていいんですかっていう方向で怒られるんじゃないかっていう気がしますね。まあ、意味を上書きしてますと。で、今ちょっとその、チャットに貼るのでいいのかな。まあ、そういうこう、いわゆるディスクロージャーと呼ばれるような、いわゆる、まあ、アコーディオンで言うんですかね。開いて閉じたりするやつの実装例が、今チャットに貼ったやつなんですけど、まあ、これでどうやってるのかっていうと、まあ、DL、そうね、タブ、うん、まあ、さっきの例で言うと、ちょっと画面共有をもらった方がいいのかな。ああ、ごめんなさい。はい。ちょっとすいませんね。はい、共有で、これか。見えてますかね。これがウェイアリアオーサリングプラクティスって、まあ、こういうふうに作るといいよってやってるやつなんですね。うん、ここがこう開いたり閉じたりするやつ。で、これは DLDT の中にやっぱボタンがありますねと。はいはい、で、まあ、このボタンを押すことで、DD の中身が開いて閉じたりするわけですけれども、こういう実装になってますね。うん、なので、DT にボタンがあり、アリアエクスパンデッドで、開く閉じるみたいなことを言っていて、で、それに対してアリアコントロールズってやつで、こいつが開くんだよっていうのが、この P と ID で紐づいてるみたいな感じになっていて、で、これがこうすると、このアリアエクスパンデッドの値が変わり、あとディスプレイが何かあるブロックになるみたいになっているので、まあ、まあ、ね、既存のロールを上書きするようなロールをつけると基本的に怒られるので、あんまやんない方がいいですと。で、この場合は別に DT とか DD のロールのものを上書きしたりしてなくて、そのボタンの、押してるかどうかの状態によって、そのアリアエキスパンデッドの値が変わって、それとともに本文の表示が変わるみたいになってるので、まあ、こんな風にするといいんじゃないかっていう感じだと思います。これで言うと、その DT と DD は直接特に何か、はい、そう、なんかしてないです。だけではなくて、はいはい、DT の中のボタンと DD の中の P を関連付けてるだけってことなんですね。そうそうそう。そうすると、これが DT がタイトルで、DD がその詳細でっていう、このセマンティクス、この意味っていうのは残った上で、さらに中にボタンがあって、押したことで開いてるよっていう状態も伝えられるっていうことになると。はい。っていう形です。うん、はい、共有を停止します。なんか竹本さんからは HTML の入れ子アウトですよと言われたのですっていうコメントを。入れ子アウト、ちょっとそれが、間違っている理由を探すのはちょっと時間がかかるというか、ので、まあ、ちょっと一旦ここではそういうロールを上書きする方向ではなくて、正しい実装っていうのはこういうのですよってちょっと紹介にとどめさせてもらいたいなと思います。はい。まあ、そのロールを変えちゃうと、その入れ子の判定もおかしくなるんですよね、多分。その DL と DT のロールとかを変えてしまうと。はい。はい。はい。ありがとうございます。はい、そしたら、またちょっと、質問増えてるんですけど、とりあえず質問はここまでということにさせてください。簡単に、お願いできれば、スライダーがアクセシビリティに良くないという話がありますが、本当でしょうか。スライダーって、カルーセルというかのことですか、ね。あっちか、フォームで値をこう選ぶやつではなくて、ああ、そっちなんだ。カルーセル。いや、わかんない。スライダーっていうのが、一般的にスライダーっていうと、
なんかそっちを指すような気がするので、まあ、カルーセルなんだとしたら良くないっていうのはそうで、あの勝手に動くからですね、一般的なカルーセルって。で勝手に動くかつ止められないので、まあ、そのアクセシビリティの、達成基準で、まあまあ、勝手に動くやつは止められるようにしてとか、まあ、そもそも勝手に動かさないでみたいなのがあるんですけど、それに引っかかりますと。はい、なので、そういう点では良くないし、まあ、よく言われるんですけど、カルーセルしたところで2つ目以上の先のことを見てくれる人ってあんまりいないので、まあ、そうですね、だいたいまあ政治的な理由であれは置かれるんですけども、まあ、そもそもそれを置く必要あるんですかって話した方がいいし、置いたにしても自動で動かす必要あるんですかっていう話とかをした方がいいですねっていう感じですね。はい。はい。ありがとうございます。では、最後にいきます。1.4.1、色の使用に関する失敗例の一つ、の URL の、はいはい、ノート1についてどう解釈されていますか？これをちょっと開いてみましょう。どう解釈されていますかか。もしこれお話が長くなるようであれば、懇親会でという感じにしましょうか。はい、そうですね。ちょっと日本語にします。日本語訳されているのがあるので、あ、そうなんですね。はい。ありがとうございます。こちら。失格なしで失格的にはっきりとわからないリンクを生成する。はいはいはい。これはあれですね。要は、色だけでリンクを表しているときに、そのインクの色が、他のその字の文と、3対1以上の色にしてくれ、みたいなことを言っているやつですね。で、どう解釈しますかと言われると、まあ、やっぱりこう、じゃあリンクだったら下線にするとか、まあ、そういうことをしてあげないと、色だけでリンクかどうかはっきりわからないっていうことは起きちゃいますっていう感じで、まあ、ここにもわざわざ書いてあるんですけど、マウスオーバーしたら下線が出るとかも、まあ、それは失敗例ですと。つまりさっきのその、まあ、色の違いが分かりにくい人とか、そのコントラストの差が分かりにくい人っていうのは、そこがリンクになっているかどうかが色が分かんなかったら分かんないわけなんで、まあ、そこにマウスオーバーができればいいというわけではやっぱないので、色の差はつけるべきでしょうというのが、まあ、一般的な解釈なんですけれども、まあ、あとはその文脈上リンクと分かるようなテキストにするとか、まあ、実際問題ですよ。その試験に通るかどうかは別として、まあ、割とその位置的にこれはリンクだって分かるものであればいいんじゃないかとか、まあ、そういうのもあるかなと思うので、やっぱ本文の、まあ、それこそこの写してるような、これちょっと上にスクロールしてもらっていいですかね。の、この、上の段落にあるこの重要な情報については WCAG 達成基準の達成方法を理解するを参照のことみたいな、こういうやつ、本文中にリンクが混ざってきているやつで、こういうやつですね。それ、そうそう。で、それで下線がもともとないとかだと、まあ、普通にその違いが分かりにくいし、うん、まあ、それだけがだとリンクだってこう判定できない人っていうのはまあ出てきちゃうので、こういう場合については下線を引く。で、他のものと下みたいな、例えばそのリンクのリストになってるようなやつですね、これであれば、まあ、別に下線がなくてもこれがリンクだって判定できる、まあ、ラベルと、まあ、位置関係から多分これリンクなんじゃないかって思えるみたいなことはあるかなとは思います、ね。はい、なんていうのがまあ僕の解釈です。ありがとうございます。ということで、はい、質問はすべて回答させていただきました。ありがとうございました。はい。はい、では、一番最後にですね、簡単にではありますが、はい、ちょっと井原さんからまとめをお願いできればと思います。はい。はい、で、まとめ。あ、ちなみに東京都コロナウイルス対策サイトで試験とか、やってみた結果のとか、で、それをもとにまた一周立てて直してるみたいな現場があるので、もしよかったら見てみてくださいっていうのがありますと。で、2回にわたって、3時間、なんだ、2時間半、3時間で5時間半もやったんですね。で、まあ、なんかよくわかんない、なんとなく怖いもの、自分とは関係ないものっていうところから、あ、こういうものなのねっていうふうに分かっていただくというところは、なんかこう、
達成できたら嬉しいなと思っていますということで、まあ、一旦このまずその前回のこうジャックリチェックっていうのはこうやってみれば、まあ、チェック自体はできると思うのでちょっとやってみてもらえるといいのかなと。で、まあ、次にやるとしたらそのチェックリストに基づくチェックは、まあ、これをやっていくとあの全体的な理解ができるし、まあ、この、アクセシビリティっていうのがだいぶ見えてくるんじゃないかなと思いますと。ただ、まあ、あのチェックをクリアしたいがためにこれはこうと言えなくもないみたいにこう無理やりクリアするんじゃなくて、まあ、さっきの試験結果みたいに、まあ、ダメなものはダメだよねってことでじゃあどう直そうかみたいにしていけるといいよねということ で最後の試験は、まあ、だいぶ今日の試験のやつはだいぶこう、まあ、その立て付け的にはこう結構いろいろ決まりがあって難しいかなと思われるところもあったかなと思うんですけども、まあ、あの今日お示ししたような感じでこう理解していけば、まあ、実施できるようにはなっていくとは思います。私もその順で理解していってやってったのであのできる、ようにはなっていけるんじゃないかなと。まあ、あのコメントでもありましたけどこれ自体を仕事にしている人いそうっていうのは まさにそうでしている人いるし多分今日参加してくださった方にもそれ自体をお仕事にされている方が実際いらっしゃると思うのでこれがあのできるようになると、まあ、一つサービスメニューが増えるっていうことでもあるかなと思いますし、まあ、今後そのアクセシビリティを確保していきたいですってサイトは、まあ、減ることはないと思います。どんどん増えると思いますので、まあ、こういったことをまあ一つ の仕事の、まあそうですね、あのスキルっていうふうに考えてやっていけるっていうふうにちょっとチャレンジしてみていただいてもいいのかなというふうに思います。で最後の最後になんですけど、このチェックをクリアしたからみんな使えるかっていうとそうではないですという話で、あくまで使えにくくなる、使えなくなる可能性が減るものと思ってくださいと。なので実際のところ本当に障害当事者とか高齢者とか、まあ、他にアクセシビリティを必要とする状況で使えるのかっていうのはやっぱりユーザビリティテストをやるほかないですね。で企画にもやっぱりそれも含めてやってくださいみたいなことが書いてあるということで、まあ、そういったところもあの取り組んでいければなというところで、ただ、まあ、あのこれはあのちょっと知人の宣伝になっちゃいますけど、実際その障害当事者 の知り合いとかいないよみたいなケースもあるかと思うんで、まあ、そういう時にはですね、あの実際のそういうアクセシビリティを必要とするユーザーがあのチェックしてくれるサービスっていうのもあったりするので、まあ、そういったところもその案件次第ではですね、まあ、ちょっとこういうのやりましょうよみたいな提案もしていけるといいし、まあ、その現場を見るのはめちゃくちゃ勉強になるので、ぜひちょっとねじ込めそうな案件があったらやってみてくださいというふうな感じです。なので、まあ、このセッションによってそのアクセシビリティをですね、あ、まあ、その仕事であったりという形で、まあ、取り組める方が増えると、いいなというふうに思っております。ということで、セッション終わりにしたいと思います。ありがとうございました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 。長丁はありがとうございました。ね、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。いろいろありましたね。いや本当にありがとうございました。今日は最初からいろいろすみませんでした。いやいやいや。はい。お疲れ様でした。じゃあ、あとは佐伯さんにお渡しします。はい、ありがとうございます。はいはい。じゃあですね、最後の、ちょっとだけまとめをさせていただこうと思います。一番最後に、まずですね、アンケートのお願いがございます。この、お品書きですね、このページの一番下のところに、今回のアンケートがございます。こちらぜひ、お答えいただいて、伊原さんへの、フィードバックですとか、あとは、私ども WP Zoom Up へのフィードバック等々をいただければと思います。今日の感想なんかもぜひ書いていただけると嬉しいです。そしてですね、あとちなみにですね、特にどこにも書いてなかったんですけど、伊原さんのウィッシュリストがございますですね。それは Zoom のチャットにできれば、ポッとちょっと貼ってもらってですね、伊原さんに今日の感謝をお伝えできるといいかなというふうに思っております。はい。で、あと、WP Zoom Up から、次回のご案内をさせていただきます。次回、9月の10日金曜日、いつも通り9時から、利用規約とプライバシーポリシーを通じたサイトの構築と基礎ということで、お話をいただきます。
それと、次の次ですね。これも、今日公開いたしました。9月の24日、やはり金曜日。まあ、ちょっとタイトル仮なんですけれども、ウェブ開発とウェブ脆弱性診断の溝を埋めようという話ということで、脆弱性診断についてのお話をしていただこうというふうに思っております。こちらももう、お申し込み開始しておりますので、ご興味ある方はぜひご参加をいただければと思います。はい。ということで、ではですね、一番最後に参加者の皆様と写真を撮っておしまいかなという感じです。で、写真担当のしずみさんにぜひお願いできればと思うんですが、いいでしょうか。写真担当。カメラオンにできる方はですね、ぜひカメラをオンにしていただいて、みんなで最後、スクリーンショットを撮って、ね、記念撮影というふうにしたいと思います。ぜひ、ちょっと待ってくださいよ。私の方も準備をしますよ。私の顔が出てない?そもそも。出てないね。出てない。あ、出た。よいしょ、よいしょ。皆さんいいですか?はい。よろしいですか?よろしいですか?私なんかね、下の、なんか、あれがおかしい。なんで?これか。違う、これだ。なんでだ。あ、来た。よし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 。よろしいですか皆さん。他の方たちは大丈夫かな。はい。ということで、じゃあ写真を2枚撮らせていただきます。もう何度もご参加いただいている方はご存知かと思いますが、2枚撮ります。2枚撮って、なんだっけ、スラックの方に、自負にして2枚動かしますので、よろしければこうやって左右に動いてみたりしていただくと楽しい感じになるかなと思います。ということで、2枚撮ります。いいですか?私の顔じゃなくて、皆さんのパソコンについているカメラを見てくださいよ。どうしても撮ろうとしている、喋ってる人の顔を見ちゃうので。いいですか?いきますよ。はい、チーズ。もう一枚いきまーす。いきまーす。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お待たせしました。ご参加ありがとうございました。この後ですね、この後、まあ、一応すぐ、今33分なので、35分ぐらいには、懇親会のズームを開けようと思いますので、ぜひそちらの方に引き続きご参加いただける方はご参加くださいませ。今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、YouTube をご覧の皆様、ありがとうございました。YouTube を止めてくださいな。止まるか、止まった。じゃあレコーディングも、林さんお疲れ様です。ありがとうございます。林さんお疲れ様です。